野村古道作。大岡聖団。池田大輔取物長。第3話。おつうの恋人。成平男。池田様の前ですが、いい男にはなりたくありませんね、旦那。油で炒めて支部を引いたような元太。白磨きのじってを常住座が懐に突っ張らせていようという始終男が。 いきなりこんなことを言うのですから、二十五になったばかりの、存分に若くも立派でもある池田大輔は、さすがに受け答えに困りました。島口三条目の成平男、ご存知じゃありませんか日本橋の若狭屋の息子で、女にモテすぎて身がモテないという、木之助といういい男が、感動同様になって、三次という大工の家に居候をしていますがね。玄太の話は、だいぶ筋になりそうです。 いい男ですよ。少し顎のしゃぐれているところまで、なんとかいう役者に似ているんだそうで。町内の風呂へ、こう手ぬぐいを肩にかけて、肩着の若旦那の草にやぞをこさえて、いい声で小歌なんかうなりながら通う自分になると、未知水のお長屋の窓がみんな開いて、島田も胃腸返しも丸曲げも切り紙も、それは嘘ですが、ともかく女という女はみんな顔を出して覗く騒ぎだそうで。 それがどうしたのだ。池田大輔は少し面倒くさくなりました。年がいもなく玄太の上子は浮世増氏の強みをしているようです。そんな相手者はどこの町内にも一人や二人は住んでいるとおっしゃればそれっきりですご。若さやの木之助の新たかなことは変なものが降るんですよ。キセルの雨が降るようだと来ればスケロクですが、ここへはかんざし、櫛、髪入れ、海中鏡などが降るんだそうで。 それにはいちいち思いの丈をづった天地紅の結び部いなんか噛ませているんだというから大したものでしょう江戸の娘たちも風が悪くなりましたね。知り添いて玄太は外然とするのです。まさかそんな話を聞かせに来たんじゃあるまいな、玄太。池田大輔は苦笑いのやり場に困ったように後ろの方を見ました。そこには美しいおみのが、 春先の日向を追いながら、せっせと張り物をしているのです。それだけじゃ、海中にじってを温めながら、わざわざここまで持ってくるような話じゃございませんが。そのう評判がパッと立つと、岡駅半分に、今度は変なものを放り込むことが入り始めたんで。変なものというと石っからや棒切れを放り込むうちは無事でしたが、この間は、振り袖を放り込んだやつがあるんです。振り袖は変だな。 同じ芝口三丁目の大工の三次の家から五六軒先ですがね。町内切手の物持ちで、亀屋桜屋門という佐屋があります。女房の妻との間に娘が二人、姉は二十一でお通、妹は十八でおさえ。どっちも目の覚めるような娘で、姉の方はお品が良くて、華奢で透き通るようで、妹の方は愛嬌者で可愛らしくて。それが、大介はまた促しました。 ゲ太の店舗は、今日は恐ろしく緩やかです。姉娘のお通は、木之助と並べて、壁や塀に、あいあい傘の落書きまでされておりますが、不思議なことに、その放り込まれたふりそでは、姉のお通のではなくて、妹のおさえのものだったのです。鮮やかな揃いのチる面に、小畜梅を使用した、大変な品でしたよ。亀や作も門が娘二人のために、彼に明かしてこしらえたんでしょう。 それを取り出して風を入れているところをかっさらわれ、つい近所の大工の三次の家まで持って行き、木之助の部屋へ、低い池垣越しに放り込んだらしいのです。玄太はそう言って、キセルを叩きました。玄太の話は途方もないものでしたが、それだけではただのいたずらで、ほんの世間話に過ぎず、もちろん池田大輔が乗り出すほどの事件ではなかったのです。 それから五日目、玄太が二度目に持ってきた話は少し犯罪の匂いがしておりました。若狭屋の木之助も近頃は怖くなったようですよ。今度は何を放り込まれたんだ池田大輔の好奇心も少し動きます。最初は諸課地ですよ。二度目は宅湾石で、昨夜は小判で十両。うーん。諸課地はご近所の遊び人で、佐吉という野郎が、 てに腰へ刺して歩くひ吹きだけの親分のような新しのない品ですが、たくん安石は五六貫もあろうと思う手頃の重さで、こいつを池垣越しに放り込んだにしちゃ、関心に床も落ちませんが、とみはめちゃめちゃでさ。九番はそれがわかりません。何にしても元のかかったいたずらですね。玄太はそう言って、ぬるくなったお茶の茶碗を引き寄せました。この連達な四十男が、 こんなことが面白くてたまらない様子です。ところで、その後は、かんざしや懐中鏡を投げ込むものはないのか野郎どものいたずらがひどくなると、女の子のないこみはなくなってしまいました。本人の木の助は、けさおぶみよりの元締めにでもなったような顔でしたが、特番石やひゆきだけが流行ってきてからは、すっかり腐っていますよ。もっとも、重量の小判は悪くありませんね。時々こんなのがあると。 感動は許されなくとも、当分遊びには困らないなんて、太平楽を言っていましたが。ところで玄太。へい<え>。池田大輔は、その馬鹿げたいたずらの背後に、何やら一脈の危険なものを感じていたのです。そいつは変な匂いがするじゃないか。せいぜい気をつけているがいいよ。へい。今度は青大,大将でも放り込むかもしれませんね。もっとも、まだ蛇の出る季節じゃないが。 ゲンタはそんなことを言いながら帰って行きました。面白いな、大将。それを縁側で聞いていたのは、雨屋のセンタロ少年でした。お前も面白いとわかるか池田大輔は振り返って、縁側に腹乱ばになったまま、敷居に顎を乗っけるような、行儀の悪い格好をしているセンタロに声をかけます。かんざしがタコアンシになってコバになったんだろう この次は、玄太親分の言い草じゃないが。大大将か、死んだ猫の子だよ。そんなことじゃないよ。いたずらなら、いたずらでわかるが、小判はおかしいじゃないか。いたずらにしては手重だ。池田大介は、この三大話のような奇抜な取り合わせから、なんか一貫した意味を見出そうとしている様子です。センター、一つ骨を折ってみるか。大介の声は、改まりました。 なんだいとんだん面白いことになるかもしれない。お前の仲間のうちで、気の利いたのを五六人集めて、精一杯、芝口三丁目を見張ってくれ。それから、木の助の身持ちを念入りに調べるんだ。よいかん心得たよ。千太郎は、顎を一つしゃくると、雨箱を鳴らして飛んで行きました。 投げ込んだ死体。その後、四日五日と至って無事な日が続きました。千太郎の仲間、敏感で忠実で、そのくせ少し乱暴で、秋っぽい美人彫目の友柄も、つい油断をして、気を許した七日目の晩でした。おあと大変大工の三次の家の裏の一間を借りて、不自由な山目暮らしをしていた木之助が、 夢にうなされたとも覚えぬ大騒動を始めたのです。それはもう四つ半、十一時過ぎ、九つ、十二時近い時分でした。冴え返った星空ですが、梅二月に入ったばかりで、五日月が落ちた後は、花をつままれてもわからぬ恐ろしい闇です。何が始まったんだろう。大工の三時は枕から首を上げました。叩き大工の少し毛の生えたので、 まだ、当領と言われる身分ではありませんが、出入り先のお棚の若旦那を引き取って、親旦那の怒りの解けるまで、ともかく買っておこうと言った親切げはあったのです。若旦那がどうかしたんじゃありませんか、お前さん。女房の思いも鎌首をもたげました。これは初体崩しの三十七八、気がいい代わりに、あまり目端の利く方ではありません。夢でも見たんじゃないか 夕方から冴えない顔をしていたが、そう言いながら起き出した三時は、火打ち釜を鳴らして、部屋いっぱい、よう臭くしながら、一寸ほど残る手触のろうそくに明かりを移しました。反転を引っ掛けて、帯にも及ばず。どうしたんです、若旦那。大変な騒ぎじゃありませんか。声をかけながら、ガタびシするからかみを開けると、若旦那の木之助は、床から脱出したまま、 寝巻き一枚の寒々とした姿で、部屋の隅に震えているではありませんか。若旦那、しっかりしてくださいな。本当に、何時だと思います女房の手前、サンジはつい、小言になりました。サンジ、見てくれ。外から、死骸を放り込んだやつがあるよ。若旦那は、歯の根も合いません。へそまで出そうなねびれ姿で、雨漏りの後だらけな壁を背に、ガタガタ震えている格好は、 色の生白さを除けば、町内の娘やご家さんたちを騒がせる、なりひらきのすけの面影もなかったのです。わい三ンもぎょっとして、縁側の方へ明かりを向けました。そこは何やら、つやめかしいものは、不気味な格好で、放り出されてあるではありませんか。見てくれ、三ンお、かいつは、わがな。那。近寄ったサンジは、一んに肝を潰しました。 縁側の隅に放り出されているのは紛れもない女の死骸だったのです。はっ酒屋のおつうさんだ明かりに照らし出された美しいが凄まじい小さい顔は亀や酒屋門の僧侶娘、おつうの恨みに燃ゆる死に顔ではありませんかなに、お通さん木之助も恐る恐る入りました。若旦那、お前さんと、 なんとか言われているお通さんですよ。かわいそうに、死んでまで、ここへ会いに来たのかもしれないじゃありませんか。ちょ、冗談じゃない。木の助は、頑固に打ち消しましたが、さすがに未練やら好奇心やらにさいなまれたものか、膝で会うように近寄って、薄い超鎮の光の中で、死に顔を、そっと覗くのです。御用聞きの玄太が飛んできたのは、夜が明けて間もなく、 死骸を亀屋へ持っていくとんでもねえ、調べが済むまでは指も差しちゃうならねえ。こうがなりながら、群がる人たちを追い散らすのが精一杯でした。そこへ、雨屋の千太郎の仲間の中心で、池田大輔もやってきました。とうとう、大変なことになったな、玄太。とんだ、祝辞でございました。あっしはこの次だ。青大将が猫の死骸を放り込むのが関の山と思ったので、つい油断しているうちに。 まさか、そんなことになろうとは、誰だって気がつかないよ。もっとも、小判は少し変だと思ったが、池田大輔も少し悔しそうです。明かりの中で見ると、死に顔ながら、お通の美しさはまた格別でした。首を締められたらしく、少しむくんではおりますが、苦悩の後も奪うことのできなかった抜群の美食は、わざと若い者を嫌った年にも似合わぬ、 渋い好みの緑と反映して、恐ろしく効果的に人目を引きます。細表の丸い顎、を、わずかに赤いやつ口は破れて、少しばかり覗くこんもりとした真珠色の腕、踏み縛った足の線の生めかしくも痛々しいまで、死の洗礼さえも娘の美しさを奪う余地はありません。い,いちゃおられませんね、え旦那。死従男の玄太は、 さすがに、目を背けました。どこから掘ったんだ池田大介は、それには答えず、振り返って、まだ取り乱した姿のまま、うろうろしている木之助に尋ねました。へえへえ。なんという、それはだらしのない、なりひら男でしょう。のっぺりした顔、少し目尻の下がった、眉の薄い、鼻筋の長い、唇のだらりとした、 これが町内の女の子に騒がれたのかと思うと、その騒いだ女の子の顔が見たくなります。良いのは背の高いなで肩の後ろ姿だけ。いや、それも、女性的で見やけた随分胸の悪くなるものですが、たガの緩んだ生白い顔よりは、それでも、いくらか、後ろ向きの方が我慢ができます。詳しく話してみるが良い。池田大輔は、相手の気の弱そうなのを見ると、 少し穏やかな調子になりました。へえ、申し上げます。町内の風呂へ行って、帰ったのは犬の刻、八時、そこそこでございました。隣の部屋の三時に声をかけて、すぐ床の中に潜り込んでしまいましたが、風の気味だったので、へえ。ぐっすり人入りして、ふと目を覚ますと、ごそり、ごそりと庭を歩く人の足音でございます。声をかけようと思いましたが、舌がつって、 声が出ません。そのうちに、縁側の戸が一枚開いたと思うと、どたりと縁側へ放り込まれたのがその死骸で。へえ、閉じりなどはいたしません。取られるものもない始末で、へえ、何時であったそれは。九つ十二時、少し前だったと思います。それから間もなく三内の九つ十二時の鐘が鳴りました。明かりは真っ暗でございました。 好きもなかったはずだが、どうしてそれが死骸と分かった勘でございます。この間からいろんなものを放り込まれて、散々怯えているところへ、どたりと思い柔らかいものを放り込まれたんで、すぐこいつは死骸だなと気がつきました。気の助けは顔に似合わぬ気の利いたことを言います。お前のところへこの間からいろんなものを投げ込むものがあったそうだが、心当たりはないのか 池田大輔は、がらりと問いを変えました。一向心当たりはございませんが、岡田町内の若い人たちのいたずらだろうと思います。木之助の答えは、思いのほかに、はきはきしております。その投げ込んだ死の者をどうした持ちのために、大抵揃えてあります。それは良いところへ気がついた。一応、見せてもらおうか。へえ。木之助は、押入れを開けると、 中からいろいろのものを取り出して、縁側の朝の光の中に並べます。串、かんざし、鏡、髪入れから、棒きれい石っころ、宅案石、尺八重量の金包みまで、常識をかけ離れた異様な取り合わせですが、木の助が探査して吹き込んだらしく、大した泥もこりもついてはいず、思いのほか小綺麗なのも、かえってかいきれ、そして哀れな見物でした。それっきりかへえ。 話に聞いたそのかんざしや髪入れに添えた手紙はないじゃないか。池田大輔は皮肉に追求しました。へえ、恐れ入りますが。恐れ入ることはあるめせっかくだから、その押入れの中の氷も開けな。玄太はそばから口を入れます。へえ。不詳部長を立ち上がった木之助は、もう一度押入れを開けると、ささやかな氷を引き出して、その蓋を洗いました。 中には貧しげなものがほんの少し。その中ほどに収まっているのは、例の天地公の藩士を八つに畳んだ、世にも生めかしい手紙が五六本です。どれ若い池田大助は、無遠慮に手を伸ばすと、その一本を広げて、ざっと目を通しました。へえ、恐ろしく古風な恋文ですね。あまりの恋しさ懐かしさに、 一筆、染めし、参らせ、揃ろう。と来たね。玄太は、横から出した首を縮めて、ペロリと舌を出しました。そのうちに、大介は黙りこくって、二本目、三本目と、目を通していきます。一本一本、筆跡は書いてあるし、出したものの名前も書いてないが、同じ人間が書いたものだ。玄太。へい。あれを借りて行って、書き手を探してくれ。町内の。 手なら一生にでも見せたらわかるだろう。え、文句は文切り型だし、筆の運びに妙なところがある。男かもしれない。そのあたりも気をつけるわいい。へ。では、ちょいと行って参ります。玄太は、例の艶めかしいのを海中にねじ込んで飛んで行きました。ところで、木之助へ。池田大輔は、改めてもう一度、縁側に膝小僧をついて、 少し貧乏ゆすりをしている木之助に顔を向けます。お前とこの酒屋のお通とは何か約束でもしたことがあるのかへ、ええ。こいつは大変なことだ。はっきり返事をしろ。大助はいつになく厳しく追求します。夫婦ふんふん約束をいたしました。親たちが何と言おうと末は一緒にと。へ、ええ。木之助は貧乏ゆすりをしながら目を拭いております。 後ろの方に冷たく横たわった死体を意識しながら、つい涙が出たのでしょう。池田大介は、もう一度、娘の死体に近づきました。早春の朝の日が、ようやく縁側に差し染めて、死の色の次第に濃くなってゆく、華奢な首筋や手足を、ローザイクのように照らし出します。池垣の外は、町役人や源太の配下の下っ引きに追われながらも、 どっといそうつ波のように寄ってくる野獣までいっぱい、おつうの両親、佐賀屋の亀屋桜門とその女房のおつなは、時々こみ上げてくる絶望的な道国にさいなまれながらも、娘の死体を一刻も早く引き取ろうと、大工の三十夫婦と一緒に、町内の飛び職、出入りの職人たちなどの手を揃えて、隣の部屋に待機しております。おつうの死体は、明るい光線の下で見ると、 恐ろしい泥ぼこりです。おそらく、ひりきなくせ者が、ここまで運んでくるうち、幾度か下に下ろして、肩を休めたのでしょう。池田様、行ってまいりました。少し息を切らして、飛んで帰ったのは源太でした。わかったか、手紙の書き手は。それがわかりませんよ。つい先の路地の奥に住んでいる、老人の長浜小中郎という方が、町内の手習い子を集めて、 手ぐらいの稽古をさせておりますが、まだ二十七八の若い方で、この町内に越してきたのは三四年前のことで、古いことは知らないから、町内の人の筆跡の鑑定は難しいと申します。もっとも、この手紙は女文字らしく書いてあるが、男の筆跡に相違ない。少し鑑定流の癖があるから、芝居者や色町に縁のあるものかもしれない。と、こう申します。ご苦労ご苦労。それでよかろう。 ところで、縁側では外から見通しで念入りに調べることもできない。仏様を部屋の中へ入れてくれ。へっ。気の助、眺めていずに、お前も手を貸せ。へっ。気の助は、池田大輔に注意されると、慌ててお通の首に手をかけました。が、うっかりしていたためか手を滑らして、娘の首は、どたりと縁側の上に落ちました。なんてことをするんだ おたけさまは噛みつくわけじゃあるめ、ね。気をつけなよ。へえ。玄太にポンポンやられると、木のつけは慌てて死体の首を、今度は抱き上げるように持ち上げました。劇場に震えて、鼻などをすすっております。玄太、娘の持ち物を調べたい。手伝ってくれ。若い大介には死骸になっているにしても、娘の帯を解く勇気がなかったのです。遺産人呼んで手伝わせましょうが。 いや、なるべく小人数の方がよい。へえ。玄太は、娘の帯を解き、胸をはだけてやりました。桃色サンゴの美しい膨らみが、白色に剥かれて、真珠色に沈潜しておりますが、首筋から父への曲線の美しさは、思わず大助の顔を背けさせました。妙なものがありますよ、池田様。手紙ですよ。源太は、 死体の懐の中に秘めた手紙を見つけたのです。どれどれ。大助が受け取ってみると、粗末な半紙一枚に書いて十六に畳んだもの。中の文句は、今晩、四つの金を合図に裏木戸へ出てこい。お前の望み通りにしてやる。もし出てこなければ、このことを親に知らせるぞ。と、こう書いてあるではありませんか。あの、内り込んだ恋文の、<laughs> 一石に似ていますね。私もそれを考えているよ池田大介はその脅迫がましい文句を繰り返し繰り返し読んでおります。物置の内外。お通の死体は両親の望みに任せて、とにもかくにも亀屋に移させました。涙にくれながら、 娘の死体を守っていく右衛門、桜えもん、お砂夫婦の後ろ姿を見ていると、若い大輔はつい、この下手人は、どんなことをしてもあげなきゃ、と言った疑憤に燃えます。旦那様、池田の旦那様、その袖を、後ろから引くものがあります。振り返ると、若旦那の木之助が、少し取り乱した姿で、ポロポロと涙をこぼしながら、 大助の顔を仰ぐのでした。何度。大助の潔癖さは、この種の人格を破産した男と反りは合いませんが、こう突き詰めた顔を見ると、つい気の毒にもなるのです。私の申し上げることを、お聞きくださいませんか、旦那様。私はご覧の通り、親にまで見放された人間で、本当にしようのない馬鹿野郎でございます。どうしてこんな人間に生まれてきたのかと、時々は、 天道様が恨めしくなることさえございます。怠け者で横着で、金遣いが荒くて女に脆くて。でも、旦那様、私という人間は自分で悪いと思った嘘だけはついたことはございません。嘘とごまかしさえ上手にできれば、父親の前も世間の手前も結構な高校息子で通ったことでしょうが、情けないことに私は生まれてから嘘というほどの嘘はついたことがないのでございます。 木之助の熱心さと、その話の変わっているのに釣られて、池田大輔も、つい元の座に戻って、この十回を聞く気になりました。玄太をはじめ、二三人の下っ引きや大勢の野獣馬などは、死体の跡についてそろそろと亀屋へ引き上げたい様子。大工の三次の家の庭には、雨屋の仙太郎がただ一人、所在ない姿で屋根に群れているスズメに石などを放っております。 お聞きくださいまし、旦那様。私は殺されたお通さんが愛しいのでございます。お通さんは去年の秋頃から私と恋仲になり、用人に用人をして愛引きをしておりました。お通さんが生きているうちは誰にも知らせないように随分気を配ったつもりですが、今ではもうそれを隠すことも言いりません。お通さん、敵のために殺されて、はんなーましい姿になってしまいました。 あいびきの場所は、旦那様、みんな申し上げてしまいます。亀屋の裏の、あの大きな物置でございました。鍵はかかっているようですが、エビ状は壊れていて、抜けばすぐ抜けます。私の申し上げることが嘘でない証拠。もう少し、詳しく申し上げましょう。あの物置の左手の隅には、いつでも私とお通んのお座敷ができるように、薄べりが用意してあります。そして、 お互いに顔が見たくなった時のために、小田原蝶賃が一つ、左手の針の上に置いてあります。物置の剥き出しの針の上に、そんな用事でもなければ、誰が蝶賃などを置くものでしょう。旦那様。木之助は、振り合うように大介の顔を見ましたが、こんな色っぽい話を聞くにしては、大介の顔は、あまりに真面目なので、少しはひるんだ様子をしましたが、やがてまた、思い直して、 こう続けるのでした。旦那様、私とお通さんの中は、誰にも知らせないように、お互いに精一杯気をつけましたが、それでも、二人の素振りから感づかれて、ぱっと世上に噂が広がり、困ったことに、私とお通さんが、あいあいがさの落書きにまでなりました。それを消して歩くのに、私は、どんなに骨を折ったことか。気の助けの言葉は、なおも続きます。私は、本当に、 しょうのない人間でございます。育児がなくて、臆病で、無性で。でも、自分が夫婦約束までした、大事の大事の女を殺されて、黙って指をくわえているわけにはいきません。相手は涼しい顔をして、私の泣くのを眺めているんですもの。調子から言葉まで、ひどく女性的ですが、ともかく涙ながらの木之助の愚痴は、再現もなく続きます。その、 相手というのは誰だ大介は、話の腰を折って、口を入れました。それは申し上げられません。悔しいことに、証拠が一つもないのです。この私が殺したとでも言ったら、証拠がなくても通りましょうが、本当の悪者は、歯の通り、取りすましております。あの顔で、お通さんを殺したと言ったところで、誰が本当にするものでしょう旦那様、おーさんがかわいそうでなりません。 おがいですから、あの野郎を縛ってください。遺年越し、おつうさんにうるさく言いよっていいのですもの。探したら、証拠のないはずはありません。例えば、昨夜イのコからネのコまで、家にいなかったというような。恋するものの異常な熱心さでしょう。あまり賢くないような木の助けが、こんなことにまで気がついて、天才の明智、大岡越前の神の懐刀と言われる。 池田大輔に教えるのでした。ちょうどその時、しばらく姿を見せなかった仙太郎が、軌道からばーっと顔を出して、あったぜ、こんな化けそうなのが、と、小田原上人の恐ろしく古いのを一つ、ふらりふらりと振ってみせるのです。どこからそんなものを持ってきたのだ大輔は、少し咎める調子になります。忘れちゃうやだぜ、亀屋の物置の針の上さ。 その男は、つい、今したそう言ったじゃないか。それは多分、木の助とお通が、恋の闇字を照らしたちょうちんだったのでしょう。その化けそうな、古い古い、小田原ちょうちんに火を入れて、薄寒い物置の隅に、互いの顔を、開かず眺め合った不思議な恋の情景を思うと、池田大介は、苦々しいような、くすぐったいような、変な心持ちになるのも無理のないことでした。 余計なことをするやつだ。貯金をどう置いてあったか見たかったが。えせっかくの手柄を叱り飛ばされて、アメヤの千太郎はひどく不服そうですが、それでも大助の思惑をはかりかねた様子で、国尾をかしげております。いろいろなことがわかったよ。お通殺しの下手人をあげるのも、そんなに遠いことではあるまい。ありがとうございます、池田様。おうさんが死んでしまえば、私もいつまでも。 芝口に踏みとどまって、三次夫婦の厄介になっている気にもなりません。日本橋の親父も、年を取って気をもんでいる様子ですから、おじにでも頼んで詫びを入れ、元の若狭屋に帰って商売を励みます。私はこの通りの正しない人間で、女が死んだからといって、坊主になるほどの芝居家もありません。追っかけるように、くどくど言うのを振り切って、池田大輔は千太郎と一緒に、 表通りの亀屋の方に向かいました。旦那様、お迎えに参りました。途中まで行くと、御用聞きの玄太が少しにがり切って迎えに来ました。どうした玄太早く下手人を挙げなきゃ、評判娘だけに世間の噂がうるさいようですよ。お通を殺すような人間は、遊び人の先地か差し物職人の金次、それにないない。 お通に気の合った老人者の長浜小十郎といったところですが、待ってくれ、そんなに急ぐことはない。いろいろ面白いこともあるようだから。池田大介は相変わらず落ち着き払っております。ここにあるぜ、大将。雨屋の千太郎は立ち止まって亀屋の裏口に通ずる黒いパベーの落書きを刺しました。 そこには茶色の土で大きく傘を描き、その塚の両側に決まり文句の、お通、気の助、と分けて描き、色々と添えてあったのです。これは、とのこのようですね。細工物の仕上げなどに使う。気のついたのは玄太でした。やけに消してあるが、ごしごしやっても、木目に入るだけで、たやすくは消えない。おやこの気の助の木の字が、 彼女になっているじゃないか。これでは、お通、かのすけだ。大助は、面白そうに笑いましたが、その後時から、なんか重要な意味を見出したらしく、急に黙り込んでしまいました。裏門を入るとすぐ、大きな物置。なるほど、気のすけが言ったように、入り口の戸の大海老城は古くなって、手をかけて引けば、サビにきしる音がして、ざらりと抜けます。中は相当に広く、 入り口と高い窓から光線が入って、大して暗くはありません。見渡したところ、いっぱいに酒屋らしい雑物を仕込んで、恋人たちの合いびきには、あまり結構な場所ではありませんが、それでも、左の方の物陰を見ると、木の助が言った通り、くるくると巻いた薄べりが一枚あり、頭の上には、小田原町鎮を引っ掛ける、あつらえ向きの釘もあります。センター、その箱を持ってこい。 大介は手箱の箱を取り出させて、針の下に据えました。蝶賃はもうないぜ、大将。千太郎はそんなことを言いながらも、大介の乗った箱をしかと押さえております。蝶賃を置いた後も二つくらいしかないよう。蝶賃はほんの近頃持ち出したものと見える。大介が確かめたいのは、針の上の埃の跡でした。蝶賃がどうかしましたか池田様。 玄太は眉をひそめます。いや、なんでもないよ。ところでこのちょうちんは無印でどこのものともわからないが、亀屋へ持って行って聞いてみるか。大介はいろいろの関係を緻密に考えている様子です。物置の外へ出ると、大介はいきなりじめじめした裏の方へ回りました。そこはちょうど高窓の下で物置と塀に挟まれて年中日の当たらないところです。 はしごがあるだろうと思うが、大介の言葉に応じて、どこともなく飛んでいった仙太郎は、まもなく、薪の取り下ろしに使う、一軒ほどの粗末なはしごを持ってきました。これで間に合わないかえそれだそれだ。やはりはしごがあったのだ。はしごを取った大介は、それを捧げるように、高窓の下へ持ってきました。窓の真下には、なんと、 そのはしごの二本の足とぴたりと合うように、二つの跡が柔らかい大地にくぼみをつけているではありませんか。玄太と千太郎があっけに取られて見ているうちに、池田大輔はそのはしごの段々を二つ三つ登りました。大地から一軒余りの高さにある窓に自分の目が届くと、大輔はそこに踏み止まって、しばらくは物置の中を覗いております。頑丈な、 細いマ,マスの間から薄暗いながらも中の様子は手に取るよう。これだ。何もかも分かった様子で降りてくると、その間に仙太郎からいろいろの説明を聞いた玄太は。へえ、そこから愛きを見た野郎がいたんですね。へえ、ひどく感心しております。娘と父親。 まだ面白いものがあったよ。橋を降りた池田大輔は、それを元のところへ片付けさせて、懐から一つの品を取り出しました。懐中卵入れじゃありませんか玄太は手に取ってみました。今のごろで作った思いのほか立派な品で、吸い口に少しばかりの銀を貼った手ごろな円管もあり、カマスの中には仕切りがあって、火打ち釜と小さい火打ちと、 それに一つまみのほぐ口も用意してあります。物置の入り口の石の間に落ちていたよ。はしごを探すうちに見つけたが、これは誰のだと思う少し破ったいが、いい品ですね。と、玄太。火打ち道具あって、異を付け気がない。あの小田原城鎮へ火を入れるためではありませんね。玄太は小田原城鎮。恋の甘いシーンを照らしたであろう。 古いちょうちんのことばかり気にしております。ちょうちんの中にも異様付けはなかったかなございませんよ。元とはちょうちんを除いております。二人はそんな話をしながら、お手口の方へ近づくと、中からいそいそと出てきた若い娘と、旗と顔を合わせてしまいました。目例して、そのまま通り過ぎようとするのを、ああ、ちょいとまった。 池田大輔は呼び止めました。は、はい。素直に。だが、少しおどおどして立ち止まったのは、十七八の、これは可愛らしい娘でした。殺されたおつうのように、美人という顔立ちではありませんが、正直そうで、丈夫そうで、開けっぱなしな表情も、小麦色の肌も、見る人によっては、限りない魅力と感じるでしょう。お前は、おさやとか言ったな。はい。 まさにそれは、お通の妹の、おさやだったのです。いろいろ尋ねたいことがある。しばらく、そごへ来てもらえまいか。池田大輔の調子は、広く、丁寧でした。よりき、同心、おかっぴきなどというものを、ごずめずのように思い込んでいたおさやも、大輔の若さと、人柄のしんと、その調子の穏やかさに安心したものか、至って来やすく、誘うがままに、 物置の裏へ入りました。大介に目配せされて、玄太と千太郎は少し離れて様子を見ていたことは言うまでもありません。中年もの,のしたたかな感じのする玄太が顔を出しては、若い娘の舌は縮むばかりです。他でもない。大介はこんな調子で続けました。お前の姉さんのお通が一番親しくしていた若い男があったはずだ。 色とも恋人とも言わないのが池田大輔のたしらみでした。それは誰だか知っているだろういいえ、姉さんはそんなことを私なんかに言ってくださらないんですもの。少し演ずるような調子に嘘があろうとも思われません。でもお姉さんは夜中にそっと外へ出ることがあったはずだ。それを知っているだろうええ、同じ部屋に休んでおりますから。 時々は気がつきました。おさやは、ポーっと方を染めました。その姉さんを呼び出す合図があったはずだと思うが、二つずつ、三度、小石ではめを叩たたきました。それは実に素晴らしい発見でした。池田大介も思わず固唾を飲んだほどです。このタバコ入れは誰のか知っているだろう。大介は、それから出した今頃の海中タバコ入れを、 手のひらの上に乗せてみせました。よく知っております。誰のだ大介も、つい乗り出します。手習い師匠の、長浜小十郎様のものでございます。おさやの答えの手軽さ。間違いはあるまいな。大介も、つい念をしたほどでした。間違いはございません。珍しい品ですもの。しごく、当たり前のことを言い切るような、おさやの答えには、 何の影もなかったのです。長浜小十郎殿は、時々この家へ見えるのだなええ、父と豪内に。それから私も、時々は手習いを見ていただきます。金文字は増えてだとおっしゃいますが。でも、神羅風の主席を良くなさる、ら用の文字の方がお得意ではあるが、と、父も申しております。この娘の口調から察すると、長浜小十郎という老人者は、 カメとは相当懇意にしているようです。お前はどう思う長浜小十郎を。怖い方だと思います。お話を伺いたいと思っても、ちょっとおそばには寄り付けないんですもの。娘心が妙に長浜小十郎の顔色を気にしていた様子です。姉さんは長浜殿をどう思っていた私と同じようにそばへは参りませんでした。めったに口も聞かなかったようです。 でも、心持ちの中では、どう思っていましたか乙女心の敏感さは、顔色や言葉以上のものを感じていたようでもあります。木之助はどうだ面白い人でした。例えば、どんな具合に口が軽くて表金で、少しバカバカしくて。姉さんはどう思っていた広く嫌っていたようです。本当か、それは。ええ、あんな嫌な奴はないと。 プリプリしておりました。おさやの言葉は、ひどく予想外です。が、この開け話な小娘が、財布やこしらいごとで、真相を曲げようとは思われません。姉さんと木之助は、夫婦約束をしていたというではないか。さあ<う>、その辺の微妙なことは、小娘のおさやには、わかりそうもなかったのです。するとお姉さんは、どんな人のことをよく言っていたのだ。大助は、 問いの方向を変えてみました。金次さん、宇佐吉さん、それから、おさやは他にも、町内の若い男、二三人を数えるのです。だが、大助は、すっかり考えさせられます。悪く言うのが必ずしも、憎んでいるのではなく、褒めちぎるのが、決して恋の相手とは言えません。娘心の不思議な動きは、若い池田大助には、容易に解けそうもない謎だったのです。 もう一つ、このちょうちんに見覚えはないか。大介は、例の恋の闇を照らしたと思われる小田原ちょうちんを出してみせました。うちのですよ。ひどくなって捨ててあったんです。誰がこんなものを持ち出したのでしょう。随分変なちょうちんでしょうおさやはもう、すっかり大介になりきって、そのちょうちんの奇怪な姿を笑ったりするのです。大介はおさやに別れると、 ゲンタとセンタローを呼んで、改めて、亀屋の店から入っていきました。さして大きい店構えではありませんが、土地の老舗で聞こえた内服の上に、二人の娘が美しかったので、年寄りにも若い者にも、妙に親しみを持たれた家でした。ご苦労様でございます。とんだことで、気の毒であったな。打ちのめされたように、しおれ帰りながらも、主人の作衛門は、 さすがに先に立って案内してくれました。お通の死体の前には、間に合わせの飾りを整えて、母親で、おつながむやみに線香をいぶしながら、さめざめと泣いているのも哀れでした。さて、ご主人、おないぎ。ほ、はい。一応拝んだ上、池田大介は開き直りました。優れて綺麗に生まれついた娘が、人手にかかって愛果てた無念さ。 分けても、親子の嘆きはお察しするが、それにつけても、一刻も早く下手人をあげて、仏を慰めるのが、親子の道であろうと思うが、どうだろう。ほい。ついては、ここで何もかも言ってもらいたいのだ。包み隠して万一、下手人を逃がすようなことにでもなれば、亡くなった娘子にも愛すむまい。ほい。私のような若い者には、言いにくいこともあり、 ご主人のような人の親には他人に明かしにくいこともあるだろう。しかし、それを明かしきらずにおいては、娘後の非号の死を包む疑いの雲は、いつまでたっても晴れようはない。池田大輔の調子は、若いに似合わず、恐ろしく行き届いたものでした。いかにも、よくわかりました。死んだ娘の前で何事も打ち明けましょう。どうぞ、何なりと、お聞きくださるように。 主人の作衛門もすっかり引き入れられます。では第一に、昨夜のことから詳しく聞きたいが。五つ少し前に町内の風呂へ、兄弟二人で参りました。内風呂もございますが、何分忙しいので、月に幾度しか立てませんので、三日に一度ぐらいずつは二人で町内の桜湯へ参ります。昨夜は一緒に行ったはずの姉のお通が、 まもなく、ぬか袋を忘れたと申して、一人で引き返して参りましたが、それっきり、桜ゆ上は戻らなかったそうで、半時ほど経って帰ってきた妹のさやが、おや、姉さんは、と言ったようなわけでございました。それから、あちこちあたってみましたが、どこへ行ったか、少しもとうはつきません。手ぬぐいとぬか袋を持って、よにげするはずもなし、それに、 親の口から申しては変ですが、なかなかの希少物で、相対死にをする柄でもありませんので、心配をしながらも、夜の明けるのを待ちました。行った先の心当たりでもあったのか。若い娘の夜遊び。それは苦々しい限りですが、世情の噂を封ずるために、親たちはできるだけ、我慢をして待たなければならなかったのでしょう。お通が夜中に誰かと会っていたことを知ってるだろうな。 大介は、それが聞きたかったのです。うすうすは察しておりましたが、相手は誰だ大介はようやく、目的の問いに達したのでした。それが、どうしてもわかりません。隠していいのではないかそれが一番大事なことだ。下手人もそこからたぐる他はあるまいと思うが、大介が、最初から釘を刺したのは、この答えが引き出したいためだったのです。もっとも、 親の口から申しにくいことですが、娘に言い寄った若い男や、嫁に欲しいと立っての申し込みをした人も、決して少ないことではございません。主人、作右衛門の口は、次第にほぐれていきます。五十年配の律儀者ですが、若い時は、少し遊びもしたらしく、なんとかいう歌舞伎の名誉を、少し汚作りにして、ひねさしたような中老人です。中でも、 うるさくつきまとったのは、いがにがしいことでございますが、あの若旦那崩れの木之助をはじめ、差し物しの金次、クザ者の佐吉など、いずれもろくでもないのが、北面もなくつきまとったようでございます。そんな筋の良くないのがつきまといますと、娘に間違いはなくとも、真面目な縁談は、向こうの方から逃げてしまいます。現に去る大化の嫁にという話がありましたが、 それはどこだ総十郎長の大野屋の跡取りで、歌松さんというのが、たっての望みでございましたが、い々の評判に驚いて、向こうから断って参りました。作右衛門は、それがいかにも悔しそうでした。死骸を投げ込まれた木之助には、嫁にやる気はなかったのかとんでもない、反難のくら者のところへ。第一あれは、日本橋の若狭屋のせがれですが、 感動されて、三次のところへ転げ込んでいる人間でございます。でも本人は、おつうと目音約束をしたと言い張っているが、はきれたことでございます。おつうは気の助けのことを何と言っていためちゃめちゃでございました。ハンナ裏なりの刀願みたいな男のくせに、色男ぶるからやりきれない。とか、朝寝坊で怠け者で、本当に取り柄がない。とか、それはもう散々で。もっとも、 若い娘の言うことは、私どもにはわかりません。お通はことに、駆け引きの多い人間で、腹で思っていたことを、その通り言っていたかどうか。作英文も、夜な夜な物置に忍んでくる男の正体については、厄介な疑念に悩まされている様子です。ところで、これをご存知か池田大輔は、さっき物置の入り口で拾った、タバコ入れを出して見せました。 よく存じております。長浜小十郎様のタバコ入れで。長浜氏はいつ頃までこれを持っておられたか。四五日前まではお持ちでしたが、その後は、昨日あたり他の品、川のタバコ入れをお持ちだったようでございます。話がだんだんわかってくるようです。長浜氏のお人柄については詳しいことは存じませんが、立派な方でございます。 その立派な長浜氏が、もしもだよ、ご主人。お通を嫁にと望まれたとしたら、どのように返事をするつもりであったそんなお話はなかったようで。いや、もしも、申し込まれたらという話だ。お断り、申し上げたことと存じます。作英文の言葉は、はっきりしております。立派な人柄だという下から、それはまたどういうわけだ。 ここだけの話でございますが、良くない噂を受けたまわっております。作右衛門の顔には、なんとなく、非妥協的な、頑固な表情があります。長浜小十郎。池田大輔と玄太は、そこからすぐ、長浜小十郎の老宅に回りました。雨屋の千太郎が、雨箱を鳴らしながら、 その後からついてきたことは言うまでもありません。長浜小十郎は、町内の寺子を十人ばかり集めて、手習いやら、定金往来やら、公共の所得などを教えておりましたが、玄太が先払いに顔を見せると、少し早めに寺子を返して、一応部屋を片付けた上、改めて二人を通しました。一当たり挨拶が済んだところで、 とんだお邪魔をいたします。すけが丁寧いいにわびると。いや、町内い、いことに家主の亀屋に不幸があったので、今日は手習いを休もうと思っておりましたが、子供たちが顔を揃えると、たとえ一時でも教えてやりたくなりましてな。長浜小十郎は、弁解らしくもなく、そういうのでした。二十七八。三十二はまだまがあるらしく、色ぐ黒い。 爽快な感じのする青年武士ですが、なんとなく折目正しく言うことも老成しております。池田大輔はそのうちにも、投げしに貼ったお手本の字を見ましたが、戦字文を半紙一枚に四字ずつ書いたのが、米兵風の見事な筆跡で、なるほど、これではおさやに、女文字の棚を教えるのを好まなかったわけもよく飲み込めます。みなりは至って粗末ですが、 若い男の一人暮らしにしては、たしなみを失わないだけのことはあり、初対面の直感で、イケラ大介は、妙にこの浪人者が好きになったのも無理のないことでした。亀屋の娘、お通が痛められたことについて、心得のため、一つ二つお尋ねいたしたいが、大介の言葉につれて、小十郎の眉のあたりがさっと曇りましたが、思い直した様子で、 それはそれはご苦労に存じます。何なりとお尋ねくだされ。静かに答えます。長浜市にはお通をよくご存じで。よく存じております。毎日顔を合わせるので挨拶ぐらいはいたしました。特別にお親しく。いや、とんでもない。長浜小十郎は喧かに否定しました。それをお尋ねるにしては池田大助は若すぎ。 長浜小十郎の態度は非妥協的でした。つかぬことをお尋ねいたしますが、ご議連の正国は、江戸の判定で生まれましたよ。いずれのご飯で、それはお許し願いたい。九氏のお名前は全額につけて申したくない。長浜小十郎の調子はきっぱりとして、押して聞く口を閉ざしてしまいます。この町内のお住まいはいつ頃からでござるか お仕掛け三年になります。ご家族は、拙者をたった一人、天外孤独でござるよ。長浜小十郎は、寂しく笑います。その孤独が、また、一つの誇りでもあり、満足でもある様子です。昨夜は、お宅においでで。いやあ、訳があって、夕刻から外出いたしました。お帰りはうちに帰って休むと、まもなく増上寺の九つがなったようで。 いずれおこしで、池田大介は突っ込んで尋ねました。それは申し上げかねます。長浜小十郎の答えは相変わらずきっぱりとしていました。長浜市、失礼ながらそれはお心得違いではござらぬか池田大介は穏やかではあるが断固とした調子で解き進めました。亀屋の娘が殺されたのは昨夜の五つ少し前から、 ここのつまいの間で、下手人は日頃を継ぐ見知りの者に間違いもない。その下手人を探し出す手段は、差し当たりその国言に、外にいた者を調べる他はござらぬが。日頃神やとご実婚でもあり、ご近所に住んでおられるご議連などは、真っ先に身の証を立てられ、我々町役人の者のに、お力添えくださるべきではあるまいか。大介は、こうまで突っ込んだのです。 いかにも、お言葉はごもっとまでござるが、拙者の方にも被災あって、昨夜の行き先だけは明かしかねます。いかようとも、お調べを願いたい。ただし、お通度の非合の死に対しては、拙者いささかも、関わりはござらぬ。この点は、改めて申し上げる。誓ってとも、神かけてとも言わず、緊張などをする様子もありませんが、この青年武士の言葉だけは、 このまま信じて構わないだろうと、大介は思いました。しかし、お知らせの砂利を掴んで、こんな言い分は通るでしょうか。大介と玄太は、このまま引き下がる他はなかったのです。では、また、重ねてお尋ねするおりもござろう。今日はこれにて、おいとも申す。とんだ、粗相をいたした。お互いに、腹の底を割らず、奥歯に物の挟まったまま、 大介は、長浜小十郎の老宅を立ち入れました。池田様。なんだ。玄太は、土板を踏み流して、ふんふんたる顔色です。あの浪人物は臭いじゃありませんか日本差しでなきゃ、しょっぴいて、二三十食わせるところだが、そんな乱暴はできない。それにしても、休範ぐらいは明らかにしてもいいじゃございませんかあれじゃあ勝手にしろ、と投げているようなもので。 あの人の旧藩は九州だよ。へ<え>池田大輔は思いもよらぬことを言います。今頃のタバコ入れなどはそう滅多にある品ではない。よほどの身分のものでなければ、長崎か世界の大町林、九州筋に縁庫のあるものが外国から手に入れたものであろう。なるほどね。それに、老宅の長度は至って簡素だが、品々に異国の匂いがある。もう一つ。 床の間にかけた孔子の像の掛け物。あの杖は十字架ではないか。ああ、なるほど。引き返してあげてしまいましょうか。キリシタン収門は厳重な禁制だ。こいつは女の子一人の下手人どころの笹じゃありませんぜ。待て待て、玄太。今日は収門あるために来ているのではない。それに諸国のキリシタンも影を潜めて、と上様、八大将軍吉宗。 お乗り出し以来、天下は誠に穏やかだ。今更、無用の執問改めをして、世上を騒がせるでもあるまい。放っておけ、放っておけ。へえ、そんなものですかね。玄太には腑に落ちませんが、池田大輔の言葉を幕府の政策と考えて、それに従うほかはなかったのです。職人金次。金次というのはお前か へえおしでございますが、なんかご用で。差し物しで、金次という男は、二十五六の少しばかりひょっとこでした。亀屋の家族になった親父の代から住んでいて、腕は一向なまくらですが、陽気で多芸で愛嬌ので、町内では可愛がられております。姉も妹も縁づいて、年取った母親と二人住まい、その母は三日のうち二日までは、 お寺参りに,に暮らしているといった結構な人柄です。昨夜お前はどこへ行った今度は玄太が引き受けて質問を浴びせます。こんな手合いは日本雑誌の大輔よりポンポン畳み込んでいく玄太の方がこなしが効きます。へい<え>。へいじゃあねえ。五つから九つまでどこにいたんだ土月町の寄席へ行って解釈を聞いてブラブラ帰りましたが、寄席で誰かに会ったか 寒いんで、放課無理をしたまま、隅っこに小さくなっていました。誰にも会いません。公爵は、誰が何をやったあは文庫の対抗期で、ええ、近頃それが面白くて、毎晩行っていますよ。対抗期はどこだ静岡だけの河川で。本当に聞いたのなら、やってみろ。公爵の真似はできませんよ、親分。おいは器用で、大概の物真似はやってのけるというじゃないか。ご冗談で。 この問答は、玄太の負けでした。公爵寄生毎晩行くような人間なら、一晩ぐらいは抜いても、何をやったかの検討ぐらいはつくでしょう。これだけのことでは、近似の不在証は完全と言えません。お前は、この子を持っているんだろうな。へえ、商売道具ですから、持っておりますが。誰かへやった覚えはないか素人衆はあんなものを使いませんから、やったことはありませんが。 金字の調子は極めて自然です。お前は官邸流をよく書くそうだがこれは玄太のトリックでした。お通にあった手紙や、木之助のところに投げ込んだ恋文に、鑑定流の匂いのあることを大助から聞いたのです。以前はちょいちょいいたずらをしました。引き札やビラなどを冗談半分に書いたこともあります。金字の答えには相変わらず、何のわだかまりもありません。 ところで、お前は、亀屋の娘、姉のお通をどう思う玄太はとうとう、肝心の問いに突入したのです。かわいそうなことをしました。今朝から私も、いろいろお手伝いをしていましたが、歯の死に顔を見ると、世の中が嫌になってしまいますよ。金次の顔から、持ち前の陽気が拭い去られて、深刻な憂鬱が、そのひょっとこに似た目鼻を厳粛なものにします。 どれが女事をしたか、見当がつくか、それがわかれば。金次の目が、きらりと光ります。お通殺しの下手人がわかったら、お神の手をわずらわすまでもなく、飛び出していって、喉笛にでも食いつこうというのでしょう。お前はお通に、ちょっかいを出していたというじゃないか。玄太の問いは、露骨で乱暴でした。へえ、お通さんに惚れて歩きゃ、町内の若い者は、みんな同罪ですよ。 足不税が何と思ったところで、亀屋の総領娘がどうなるものですか金次は放り出したように言います。玄太、あれはん次の母親ではないか池田大輔が路地の外を刺すのと、玄太の飛び出すのと一緒でした。巣をついて帰ってくる六十ぐらいの老婆。その柔和な無抵抗な顔は、ひょっとこずらの金次にそっくりだったのです。 おばあさん、こんにちは。相変わらず、お寺参りかいはいはい、相変わらず、結構なお天気で、ね。何枚だぶつ、何枚だぶつ。玄太に道を塞がれて、老婆はきょとんと立ち止まりました。昨夜、近所にが帰ったのは、いつ頃だったよ、おばあさん。玄太は、それが確かめたかったのです。あの子は相変わらず、夜ふか児で困りますよ。 頭がポカポカすると寝つかれないという性分でね。毎晩のことで気にもとめませんが、昨夜も帰ったのは四つ半、十一時、ごろのように思いますよ。ありがてえ。玄太がそのまま家の中へ引き返すと、元の金字にたいしました。やろう。隠しちゃためにならねえぞ。そう。昨夜四つから四つ半までどこにいたんだまっすぐに家。お上のお触れで。 よせは四つに晴れたはずだ。それから半時の間、お前はどこを乗ったうち回っていたんだ。半時ありゃ、どんな仕事でもできるぞ。玄太はここぞと詰め寄るのです。近頃、池田大介の活躍は目覚ましく、自分はその道具に使われるほか、何の役にも立たなかったのが、老報な御用聞きの玄太には、相当に苦痛だったらしく、不当近似の行動に不透明な箇所を見出すと、猛然として、 それを責め立てる気になったのでしょう。どこへも行きませんよ、親分。金次はまさに追い詰められたネズミでした。どこへも行かなきゃ、どこにいたんだ。その間に、神谷のお通が殺されているんだぜ。おい、なんとか言え、金次。玄太は、傘にかかって問い詰めました。戦国、長浜小十郎が昨夜の行動をあがさなかったのに対して、 強いて、きつももしなかった池田大輔の態度が、玄太には、ことごとく気に入らなかったのでしょう。ここにも、昨夜の行動を明かさない相手を見つけると、辛辣なおかっぴき意識に煽られて、容赦なく、責め立てるのです。親子人様でございましたか。とんでもないことで、この子は親孝行者で、町内でも評判でございます。酒屋のお嬢さんなどを殺すような、そんなせがれじゃございません。老後は、 事態の重大さを見て取ると、杖も樹脂も放り出して飛び込んできました。そして、玄太のたもとにすがりついて、必死とくどき立てるのです。わがわさん、せがれを助けたいのは無理もないが、昨夜四つから四つ半までどこにいたか、そいつを言わなきゃ、お前の息子の証が立たないぜ。玄太はそんなことに、かしゃくする人間ではありません。その子が言わなきゃ、 この母親が言いますよ、親分。四つから四つ半まで、その子がどこにいたか、私はよく知っております。ほっかさん。いいよ、お前は黙っておいで。恥ずかしがることがあるものか。打ち明けずにおいて、人殺しの罪などを被せられては、どうするんだえ、お前。ほっかさん、骨がいたから。近所は必死と止めますが、母親はもう覚悟を決めたらしい。 昨夜に限ったことじゃございません。せがれは毎晩、半時か、一時の間、必ず外へ出てまいります。近次の母親は続けました。せがれが毎晩、外へ出て行くの、親一人、子一人の間で、この母は知らずにいるでしょうか。その子はかわいそうに。母親は、ごくりと固唾を飲みました。声は涙に湿って、ともすれば、途切れそうです。その子はまあ、 大それた亀屋のお嬢さん、あのお通さんに焦がれているじゃございませんか。この二三年の間仕事も手につかず、暇さえあれば亀屋の前をうろうろして、寝ごとにまでお通さん、お通さんと言っているぐらいですもの。朝いう顔を見合わせている私が気がつかずにいるはずはございません。たった一人のせがれですもの。鼻風邪ひいても、いても立ってもいられないほど心配になります。まして、 はんなに焦がれているものを、生みの親が知らずにいてよろしいものでしょうか。気がついたところで、相手は芝口三丁目で、一番と言われた文献者の総領娘で、こちらは親代々の刺し物職人。人間の隔てはなくとも、あんまり心象が違いすぎて、嫁にも婿にも話を切り出す気にもなりません。かわいそうに、この子の思いが募るにつれて、 私もともども身を焦がしました。仕方がない時は、神頼みの仏頼みの他はありませんが、もったいないが、こればかりは、阿弥陀様の知恵にも才確にも及ばず、私も一緒になって、身もそる思いでございました。池田大介も源太さえも、この母性愛の切々たる言葉に、首を垂れて聞き入る他はありません。肝心の近似は、 畳の上に崩れて男泣きに泣き入り、雨屋の千太郎は縁側に腰を下ろしたまま、雲を眺めたりあくびをしたり、およそ照れくさ,さを紛らしかねているようでした。そのうちにこの子は夜もろくろく眠れないようです。時々そっと床を抜け出しては外へ出かけるようになりました。初めのうちは夜風にでも吹かれて、のぼせを下げてくるのだろうとそっとしておきましたが、 はんまり旅かすなんので、そっと後をつけてみると、いいよ、もう、おっかさん。金次は手をあげましたが、今となってはもう、母の口を塞ぎようもありません。この子は、神屋さんのところへ行って、お嬢さんの今の前へじっと立っていたり、家の周りをぐるぐる回ったり、半時か、一時も、そんなことをしてあげく、がっかりしたように家へ帰ってきて、 冷たいところの中へ潜り込んで、それから明け方までぐっすり寝込むのでございます。前は三日に一度、四日に一度そんなことがありましたが、近頃はもう毎晩のことで、私も諦めて黙っております。叱ったところで、意見をしたところで、あのお嬢さんを諦めさせる工夫もございません。昨夜も多分、亀屋のあたり、この子はぐるぐる回っていたことでございましょう。ほっかさん。 よせがはれてから、うちへ帰るまでのあんのきの間、どこにいたか。この子の口からは言えないわけ。お役人様、親分さん。この子が、人などを殺すか殺さないか、よく考えてください。補助さんのためなら、火の中へも飛び込む気でいるこの子が。老母は、言い終わって、さめざめと泣くのです。二十五にもなって、 いい職人の金次は、お袋に、この子扱いをされて、顔を上げることもできません。遊び人、佐吉。驚きましたね、池田様。金次の家を飛び出すと、玄太は恐ろしく、酸っぱい顔をするのです。ひょっとご金次のバカバカしい恋には、理解がない代わり腹も立ちませんが、 玄太のような太い神経の持ち主も、母親の必要な愛情には逆らいようはありません。よい、仕様だよ玄太。あんなのを見ると自分の我がさに思い当たるよ。池田大介はつくづくそう言うのでした。そこから大輔と玄太はもう一人の疑問の人物、遊び人の佐吉のところに回ったことは言うまでもありません。佐吉は町内の甘され者で、 かけごとと、喧嘩出入りと、そして時々はおしがりなどをして、自堕落な、派手な暮らしをしている、一種の安価な英雄主義者で、そして精神的先民でもありました。佐吉はいるがいい。磨き抜いた格子道を開けて、玄太が苦虫を噛みつぶしたような顔を出すと、おや、これはおやぶん。なんかご用で。女才ない顔で、佐吉は飛んで出るのでした。 なんか御用じゃないよ。神谷の娘が殺されたことについては、お前も知らん顔をしていられた義理じゃあるめ。へえ。お前の尺八も、木之助の家へ放り込まれたって言うじゃないか。その後が振り袖で、それからお通の死骸さあれには全く驚きましたよ。まるでお通さん殺しが、足でないという証拠を前もって放り込んでおいたようなもので。うまく言うぜ。お前もお通には気があったと言うじゃないか。 ゲ太は、ズケズケとやりまくります。歯の器量ですもの。気のないのは、赤ん坊と年寄りだけで。ふざけちゃいけない。お前もあの娘を、欲しいとでも言ったことがあるのか。とんでもない、ちょうちんと釣り金ですよ。夫も、こっちが釣り金で、向こうがちょうちんかもしれませんがね。ともかく、亀屋の親父と来た日には、金か土地でも持たなきゃ、人間でないように思っていますよ。佐吉は、 恐ろしく酸っぱい顔をするのです。ボンコ座の上の勇者も、仇でケチな町人に会っちゃ全くだらしがありません。ところで、お前は昨夜どこにいたんだ家で内職をしていたなんざ通用しないよ。へえ、そんなケチなんじゃありません。ご近所のお旗元の足軽部屋へ酔いから盛り込んで、五つ前にすってんてんにやられましたよ。それから、部屋頭に頼んで人ね入りさせてもらいましたがね。 からッケツになると、とんだ寝つきが良くなるんで、夜明けまで一寝入りでしたよ。気の毒だが、おつうさんの夢も見ません。白状な野郎だ。ところで、おつうさんをあんなことにしたのは誰だろう。検討はつかないか。おつうさんがいをくぐったんでなきゃ、木の助の野郎ですよ。あの男ほどうぬぼれが強くて、あの男ほど女の子に嫌われる野郎もありません。佐吉は、途方もないことを言い出すのです。が、しかし、 これ以上は聞くこともありません。玄太はいい加減に切り上げて外へ出ると。どうだ玄太。待っていた池田大輔は声をかけるのです。さきちの野郎は近所の足軽部屋にいたそうですよ。悪さをしていたのか。ええ、五つから先は部屋柱のところに潜り込んで朝まで寝込んだそうで。部屋は築地の小田切り様で。そっと抜け出す手もあるな。池田大輔は 考え深そうにそういうのです。五つに抜け出して、シまで駆けつけると、十分お通を殺しかねない条件が備わります。ゲラ様、ところで、誰を縛ったものでしょうゲンは、たもとの中の鳥縄をまさぐりながら、獲物を追う猟犬のような、張り切った心持ちになるのでした。それより、怪しい人間が二三人いるんだから、 そのうち、誰と誰を疑いから覗いたものか、そんなことを考える方が、てまわしかもしれないよ。すると、確かにお通を殺さないと言い切れるのは、酔いに桜井へ行ったきり、五つ、八時、から先は寝込んでしまった木之助だけじゃありませんか。うーん。鳩の三人。長も小十郎も、刺し物職人の金次も、野良倉者の先地も、五つ、八時、から九つ、 十二時までの自分のいた場所の証を立てられるのはありません。その三人のうち一人が下手人なら、その間どこにいたか、後で調べられた時、弁解の立つようにしたかもしれないな。とおっしゃると、池田様。これは思ったより企みが深いよ。今日は一応引き上げて考えるとしようか。ところで、玄太は長浜小十郎の旧班を探り出してくれ。亀屋の主人が何か知っている様子だ。 えそれからセンターは、亀屋の二番目娘のおさやから、聞き出すだけ聞き出すんだ。何を聞き出すんだ、大将。何でもいいよ。あの娘はまだまだ、いろんなことを知ってるに違いない。例えば、桜へ行くとき、誰かに会わなかったか。おつうと立ち話でもしたものはないか。おつうは普段、誰を一番嫌っていたか。そんなことならわけないよ。まだある。おさやの振り袖を盗んだものに、心当たりはないか。 こいつは大事だよ。おさやの振り袖をおつうのものと間違って盗んだに違いないのだ。するころもう一つ大事なことがある。おつうは誰かに脅かされて重量の金を出さなかったが、気のつけのところへ投げ込んだ重量の金はおつうのところから出たような気がしてならない。現に、おつうが死ぬ時まで持っていた手紙の様子では、おつうをひどく脅かしていたものがあったに違いない。おつうは多分金で済まそうとしたが、 相手はそれだけでは承知しなかったのだろう。四つの彼を合図に、裏木戸へ出てこい。と書いた手紙を見たくらいでは、お通話言うことを聞きそうもなかったので、ゆえ行く途中であって脅かしぬか袋を取ってくると言って引き返させて、どこかに誘い込んだに違いあるまい。乏しい材料から、これだけのことを押し考えてゆく、池田大輔の頭の働きに、玄太も千太郎も、ただ、 あっけに取られて聞き入るばかりでした。終わったよ。それだけをおさやさんから聞き出しゃいいんだろう。なかなかうまいよ。池田大輔は、千太郎の気軽さと、誰にでも可愛がられる素直さを見込んで、このおさやの口を開かせる役目を頼んだのです。源太と千太郎に別れて、お月ばしの役所に帰ろうとした大輔は、ふと妙なことを思い出して、 大工の三次の家を覗く気になりました。おや、旦那様、なんかご用で、顔を出した三次に、昨夜、お通の死骸を運んだ時、まだ暖かだったか、それとも冷たくなっていたか。こう聞いたのです。だいぶ冷たくなっていましたよ。ひやりとして、気味が悪かったくらいで、何しろ、この寒空ですから。気之助はいるかええ、今、神谷へ参りました大助はそれを聞くと、 そのままキビを返しました。おさや。おさやさん、雨を買ってくれないか亀屋の裏木戸から入った千太郎は、二万目娘のおさやの姿を見かけると、遠い側面に商売物を口実に呼び止めたのです。まあ、私がおさやは足をよどませましたが、 飴を買いそうな柄と見られたのが決まり悪かったか、可愛らしい方をぽーっと染めます。美味しい飴だぜ。らし飴のおっとびきり上とさ、安くしておくぜ。あたりに人のいるのを意識して、仙太郎はますます飴の宣伝を続けながら、おさえのそばに近づきました。飴のお通の弔いの支度で、蔵の中へ何やら取り出しに行くつもりらしいおさえは、逃げも隠れもならず、 土蔵のひさしの下に立ちつくんでしまいましたが、仙太郎は若い娘の神経などには気兼ねがありません。おさやさん、飴はどうでもいいよ。欲しきゃ、おさやさん、暴れ食いするほどタダであげるぜ。まあ。なんという飴や小蔵の無礼な言い草でしょう。実は、少し聞きたいことがあった呼び止めたのさ。他じゃない、お前の姉さんのお父さんは誰かに脅かされていたんじゃないが。 おさやのそばに寄った千太郎は、その可愛らしい夢、寒さのために桜貝のように色づいた耳に、不作法な口を持っていくのです。ええ、私もそれは気がついていたの。おいてをおさやは、そっとあたりを見回したが、何におびえたか、そっと口をつぐんでしまいました。それは知らないわ。そういったおさやの調子には、なんとなく割り切れないものがあったのです。 頼むから教えてくれよ。ねえ、おさやさん。昨夜ゆえいく途中で誰かに会ったはずだと、池田様の大将が言うんだ。その誰かは、おつうさんにおどかしの手紙を書いた人間で、おつうさんがぬか袋を忘れたと言って引き返して、どこかで落ち合った人間さ。おつうさんは、多分その男に殺されたんだぜ。あ,あそのおつうさんを誘い出した人間は誰なんだ頼むから、そいつを教えてくれよ。 センタロウはいつの間にやら、おさやのたもとさえ握っておりました。池田大輔の教えた質問の数々、それを追って方程式を解くと、何のくもなく、おさやの口を借りて、下手人の名前が出てきそうな気がしたのです。私は、怖い。どうしよう、センタさん。だが、この狙いは全く逆効果を生んで、おさやの口をますます固く結ばせただけです。 おすきやしからこの芝口あたりを職場にしている愛嬌者の千太郎は、亀屋の娘たちとも、まんざら知らない中ではなかったのですが、おさやは何におびえたか、すっかり震え上がって、仙太郎の問いに答えようともしません。おさやさん、っておくれよ。昨夜お通さんを誘ったのは誰だいそれがわからなきゃ、おさやさんの振り袖を盗み出して、きの助の家へ放り込んだ野郎は、誰だか知っているなら教えてくれ。それから、 お父さんは誰かに金を譲られなかったかまあ、そんなことまで分かっているのまあ、怖い。おさやは、ますます体の中に閉じこもるばかりです。そりゃ、池田様の対象は転換通さ。なんだって見通しだよ。仙太郎は、少しそれ見になりました。ことごとに、池田大輔を光らせたくて、しょうがなかったのです。でも、私、分かっているだけでいいのさ。 頼むから、言っておくれよ。それから、こいつは、おいらにもわからないんだが、お通さんのいい人は、本当に誰なんだいひろすけかえおさえは、黙っております。さきちかえそれとも金、金次かえおさえは、大きく首を振りました。まさか、あの難しい顔をした、老人者の長間小十郎じゃあうまいね。男っぷりは立派だが、野のたマークの付き物がしていちゃ、色とはできないね。 <laughs> おさやは、面白そうに笑いましたが、急に気がついたように表情を引き締めて、元の頑固な沈黙に帰ってしまいます。頼むぜ、おさやさん。姉さんの恨みを晴らすんだ。おいらの聞いたことに、たった一つでもいいから返事をしておくれよ。仙太郎は、少し単眼的になりました。そりゃ無理よ、仙太郎さん。私に言えないことばかり聞くんだもの。一人、おさやは、 かわいらしい顔を上げて、怯えきったように、あっちこっちと見回しております。無理なことがあるものか、ただちょいと。それが大変じゃないの、センちゃん。困るなあ、そんなに怯えていちゃう。今は言えないけれど、一度はセンたらオさんに教えてあげるわ。いつだい、それは。そう。万里会それとも明日もう少し考えなきゃ。私がうっかり口を滑らしたばかりに、何にも知らない人が、 姉さんを殺した下手人にされちゃ大変じゃないの。そんなバカなことはないよ。この少年と少女の争いはしばらく続きましたが、ようやく折れあって。今晩はおつやで大勢の人が来るから、それに紛れて、裏口まで来ておくれ。合図は、ハネミーを三つずつ二度。おさやは千太郎の耳に囁ささくのです。姉のおつうがそんな合図で、誰やらと、 あいびきしていたのを見覚えて、ふと利用する気になったのでしょう。うん、じゃ、頼むぜ。それまでよく考えておいて、言っていいことだけは言ってあげるわ。じゃ、約束したぜ。二人はようやく折り合いをつけて、右と左へ分かれました。おさえは、用事を思い出したように、大急ぎで土蔵の中へ、千太郎はそのまま裏木戸へ。おや妙に、 後ろの方に物の気合を感じて、ふと、千太郎は振り返りました。何やら、土蔵の後ろから飛び出して、ひらりと亀屋の裏口へ入ったものキショーセンタロウは、すぐ引き返しました。亀屋のお勝手口へ、ぐっと顔を入れると、おつやの支度で、お勝手はいっぱいの人間、男も女も、何やら忙しそうに、立ち働いているではありませんか。今、ここへ入ったのは誰だい 千太郎は、百色メガネのように動き回る人たちに尋ねました。わからないよ、出入りが多いから。答えたのは、土鴨の下を焚きつけている、たすきがけの木之助でした。それはちょうど、七つ、四時時分のことです。その晩、六つ半、七時頃。百万面の念仏の始まったのを聞くと、雨屋の千太郎は、雨屋の裏木戸から忍び込みました。 おさえを誘い出して何が何でも、その口から桜湯に行く途中であった男と、金ね,ねおつうを脅かしていた男、それはたんお同じ人間でしょうが、その名を言わせようと思い定めたのです。二月の初めの、それは薄寒い晩でした。月はありませんが、再えった空気の中にも、どこからともなく甘酸っぱい梅の花の匂いがして、恋ならなくに若いが太郎 ロマンティックな心持ちにします。小石を拾って裏口に近づいたセンタ太郎は、押さえと約束した通り、三つずつ二度繰り返して叩きました。板を叩く小石の音は嫌に夜空に響いて、叩くセンタ太郎の神経を脅かしますが、幾度繰り返しても肝心の押さえが出てはくれません。チェッ、馬にしてらセンタ太郎は気短で、 自尊心の高い少年でした。こんな忍び男のような役割を演じていると、相手が顔を出さないせいもあったでしょう。ムラムラと感弱がこみ上げてきます。ちくしょう、ちくしょう、こってにしやがれ。最後にもう一度。三つずつ、二度、高々と跳ね板を鳴らすと、小石をポイと放って、威勢よく、お勝手口に背を向けました。そこから、 土蔵のひさしの下を通って、裏木戸へ出ようとすると。おや<よ>土蔵の陰に、何やら、うめき声がするではありませんか何の気もなく差し寄って、闇を透かしてみると、土蔵の壁に持たれるように倒れているのは、嫁にも紛れもない女の姿。どうしたえおや引き返して差しのぞくと、それは仙太郎と約束した、塔の相手、お通の妹のおさえの。 半死半生の姿だったのです。と、大変だ。誰か来て、おさえさんが。仙太郎も、さすがに精一杯張り上げてしまいました。なんだなんだ、おさえさんがどうしたのだおかって口から、どっと氾濫する人の波、素足の下駄と草履を突っかけたもの中には幸い、手食や安闘を引っ下げたものもあります。おさえさんが、やられているんだ。仙太郎はそれを迎えて、 おさやを抱き起こしました。後ろから頭をやられたらしく、血は首筋から肩まで浸して、真っ青な顔には正規もありませんが、まだ幸いに、いちるの命は残っているようです。まあ、どうしたんだ、おさや。その中をかき分けて、おさやを抱き起こしたのは、母親の綱でした。騒ぎは亀屋の家中を見送くり帰らせました。 もう、おつやどころではありません。八方に人を馳せて、呼んだ医者だけでも、本堂、内科医、外科、三人四人、一応は、誰も首をひねりましたが、家の中に運んで床の上に休ませ、傷口を洗って手当てをすると、丸太かなんかで、ね、後ろから手ひどくぶたれたらしい。傷は容易ならぬものだが、若い力で助かるかもしれぬ。というのが、揃った見立てでした。 騒ぎを聞いて、玄太が飛んできたのは、半時ほど経ってから。センター、お前がついていて、何ということを指すんだ噛みつきそうな顔になります。ついてなんかいないよ。会って話を聞く約束で来ると、これなんだ。おさやさんに、口を聞かせたくなかった奴の仕業だ。センタロウ、至極当たり前のことを言うだけです。血のついた丸太は、 土蔵の影からすぐ見つかりました。ちょうど駆けつけた土地の下っぴきを特例して、八方に捜索の手を広げましたが、証拠になるものは、この丸太一本だけ。あとは何にもありません。裏木戸は開けっぱなしで、お通夜の客の出入りに任せたので、誰が入って誰が逃げたか、検討もつかず、店には小僧もおり、またここから出入りした客に、 下手人があろうとは想像もされないことです。お気の毒だが、お通夜の人たちはみんなここに集まってもらおうか。ご用聞きの玄太は、こんな時は持ち前の勢力を発散させて、有無を言わさず調べにかかります。三十人余りの客は、打ち続く不祥事にすっかり怯えて、十条と八条二間に首を集めたまま、固唾を飲んで成り行きを待ちました。 お客様方の着物を見るんだ。あれだけのことをやれば、必ず帰り地を浴びているに違いない。玄太の命令に、二三人の下っ引きが立ち上がりましたが、さて、どんなことをしたものか。しばらく迷っているようです。三十何人の着物を、いちいち見ちゃいられまい。白い手ぬぐいで、ざっと着物の上から、一人一人、体を吹いていくのだ。なるほど。それはいい。玄太の思いつきは、 素晴らしく能率的です。ミスジの白い手ぬぐいを用意すると、めい,めいそれを持った下っ引きが、八つにたたんで、手早く一人一人の着物を吹いていくのです。お、違う一番先に手ぬぐいを染めたのは、遊び人の先吉でした。そんなはずはないが、袖の先に血がついているよ。言い訳は後で聞くとして、お前はこっちへ来ているがよい。玄太の釘抜きのような手は、 さきちの手首をぐいとつかみます。お、お前も続いて手ぬぐいを染めたのは若旦那崩れの木の助でした。私はおさやさんを家の中へ運び込むのに手をかけました。木の助は落ち着いております。なんであろうと着物に血のついているものはこっちへ来るのだ。玄太はそれも容赦しませんでした。早分無理ですぜ。この通り胸から下と腕へ近づいているのは おさやさんを抱き上げた証拠じゃありませんか気の助けはまだ何か言っております。私もおさやさんを抱き上げましたが、恐る恐る名乗って出たのは松田に控えてまだ着物を吹いてもらわない職人の近次でした。なるほど、こいつは血だぜ。その近次の膝のあたりに濡れた跡を見つけて下っ引きの一人は怒鳴ります。何が何でも、 着物に血のついているものは返すわけにはいかねえ。こっちへ来るがよい。へえ、玄太はそれも引きつけます。ウェブン、あの老人者は帰りましたぜ。下っ引きの一人は耳打ちしました。何長浜小十郎とか言った。あの若い老人者は罪人扱いをされて、国に体を慣で回されるのはまっぴらごめんだ。と言って、さっさと帰ってしまいましたが。いまいましい日本雑しだ。が、ともかく。 ここにいる三人だけでも調べてみよう。百万米円入っていたのは誰と誰で、お勝手にいたのは誰と誰だ。玄太は手一杯の活躍です。二度目の襲撃。そのあくる日、おすき屋橋内、南町奉行所役宅の池田大輔の長屋に集まったのは、主人の大輔をはじめ、 御用聞きの源太と、雨屋の千太郎と、それによりき筆頭の石子万作を加えてよりん。おうおさやの兄弟を襲った癖者の戦作に、江戸鳥物人の精鋭が首を集めたのでした。驚きましたよ。相手がいかに悪党でも、まさかあの可愛らしい妹娘まで、ね、殺す気になろうとは思いもよりません。したたけ者の玄太さえ、 くせ者の手の回るのに舌を巻いております。許しておけない奴だ。いけだし、下手人の奥頃あたりは。石子伴作は、分別ものの顔を曇らせます。いや、一向に。池田大介も、今度ばかりは、検討もつかない様子です。ところで、妹娘の傷はどうだ石子伴作は、玄太に尋ねました。随分ひどい傷ですが。 ことによると助かるかもしれません。それにしても二日や三日は口も聞けまいということで。その娘が口を聞きさえすれば下手人の見当もつくのだな。ところが、おさやさんの口を聞くのを待っちゃいられないぜ。雨屋の千太郎は口を入れました。それはどういうわけだおさやさんの命を狙っているものがあるんだ。何おさやは九死一生じゃないか。 石子伴作と池田大輔は、行く同音に尋ねます。昨夜、神屋の外へ回って、雨戸をこじあげて、入ろうとしたものがあるんだ。本当か、それは。飲みで雨戸を外したが、幸い部屋の中に、お袋と医者がいて、騒ぎ出したので、くせ者は驚いて逃げ出したよ。わしもそれを聞いて、今仕方回ってみましたが、くせ者はしつこく、あの娘を狙っているに違いありません。部屋の中がひっそりしていたので、 誰もいないだろうと思って、忍み込む気になったようです。玄太は、千太郎の話を途中からさらって、詳しく説明してくれました。それは油断がならんな。幸い、久夜は無事でしたが、この様子だと、くせ者はあの娘に、口を聞かせないつもりかもしれません。うーん。それから裏切に、くせ者が取り落としたのでしょう。飲みが一丁落ちていました。素人の使う品ではないので、 検討をつけて、さじモノ氏の近似のところに持って行って聞くと、こいつは間違いなく、自分の道具だと言いました。これでございますよ。玄太は懐から、手ぬぐいに包んだ、八分ぐらいの飲みを一丁出してみせました。刃こぼれがあるね。池田大輔は、手ずれの下つかには大した注意も払わず、刃の墨の方に少しばかり、新しい刃こぼれのあるのを念入りに調べております。 その歯こぼれは金字は知らないと言っていました。大切な道具に傷などをつけるはずはないというので、もっとも雨戸をこじ開けようとしたはずみで、どんな大事な道具だって、歯ぐらいはこぼれるでしょうが。その金字をどうした石子版作の疑いは、差し物しの金字に向いていくのも無理はありません。下っ引きに見晴らしておきましたが、あげたものかどうか、お差し図を願いたいと思いまして。玄太は、 万作と大助の顔を見比べるのです。どうしたものかな、池田氏。石子万作はこの事件に初めから関係していなかったのと、日頃の温厚な気風から池田大助を立ててこう言うのでした。まだ近似を上げる時ではあるまいと思いますが、それはまたどうして。良い職人は手連れの後の光るようなこんな結構な道具で、 雨マドをこじ開ける気にはなるまいと存じますが。いかにも。そして、刃こぼれを作るなどはとんでもないことで。近似のような仕事を打ち込んだ職人なら、自分の生爪を剥がすようなことがあっても、大切な飲みの刃を痛めるような乱暴なことはしないはずで。なるほどな。その上その飲みを裏木戸のあたりに捨てて、いや、落としたのではあるまい。わざわざ捨てていくのは細工すぎはしませんか すると、池田様、癖者は源氏ではないとおっしゃるので、源太は少し不服そうでした。近次に、その飲みはどこで、いつ亡くなったか聞くがよい。池田大輔は、源太を帰り見るのです。それも聞きました。すると近次は、四五日前から亀屋に直し物があって言っていたので、その飲みを入れてある道具箱は、亀屋の難度に預けてあったはずだと申します。何亀屋の何度に、 それが本当だとすると、面白いことになるぞ。大介は、すっかり興奮しております。何が面白いのでしょう、池田様。亀屋の南度に置いてあった飲みで、せ者は外から雨戸をこじ開けたのだ。亀屋へ昨日あたり出入りした者が、南度から飲みを盗み出したことになりますね。その通りだ。飲みはどこにだってある。それをわざわざ亀屋から盗み出すのは、 金似に疑いを向けるためではないかへえ。今まで金似に向けられた疑いというのはみんなこしらいごとかもしれないではないか。例えば、鑑定流臭い字がその一つだ。それからセンターに調べさせると、おとといの晩、金似は良いから四つ、十字、杉まで寄席で降赦を聞いていたことも本当だ。それからでも、お通をおびき出して殺せるじゃありませんか、池田様。 ゲンタは抗議します。そうやすやすと、近次を容疑者軍から解放したくなかったのです。いや、お通は酔いのうちに殺されている。ええー、お通が殺されたのは、四つ、十時、から九つ、十二時、までの間じゃありませんか死骸になって、大工の三時の家に投げ込まれたのは、九つ、十二時、少し前だと言ったが、殺されたのは、確かに酔いのうちだ。 ゲンタも、石子万作も、アメヤの仙太郎までも、ふに落ちない顔をして、池田大輔を見守るのでした。私も、そのあたりのことをはっきりしておきたかったので、昨日大工の三次に会って聞いておいたが、投げ込まれたお通の死骸を抱き上げたとき、死骸はもう、すっかり冷たくなっていたということだ。いくら二月の寒空でも、若くて血気の盛んな娘の死骸が、 半時や四半時でそんなに冷たくなるはずはない。金次の母親の言うのが本当なら、その自分に金次はおつうのことを思い続けながら、亀屋の家の周りをうろうろ歩いていたのでしょう。ともかく、くせ者が妹娘を狙うようでは油断がなるまい、おさやが口をきくのを待っているといった、悠長なことを考えずに、明日にも、いや今日にも、下手人をあげることだ。池田大輔は、 自分へ言い聞かせるように、こういうのでした。何を頼りに、たぐり出しましょう、池田様。朗行な玄太も、少し、もてあまし気味です。検事のことはだいぶ分かったが、まだわからないのは、同人長浜小十郎の、あの晩の行く先と、遊び人先地の行った先、築地の小田切様の部屋から、そっと抜け出せるかどうかということだ。すると、怪しいのは、その二人だけになりましたね。 いや、まだ金次も目を離すわけにはいかぬ。寄席の行き帰りという隙もあり、母親一人の言葉を丸飲みにして、金次が亀屋の周りをぐるぐる回っていたと決めるのも早い。それからもう一人、お通を読みに欲しいと言った、総ろ郎長の大野屋のせがれでしょういや、若旦那崩れの木の助も見張っていたい。するとみんなじゃありませんか。はじめから少しも目鼻がついていないわけで。 ま、その通りだ。驚きましたな。ところで、この先どんなことをやったものでしょう。お前は、老人、長浜小十郎の身元を念入りに洗ってみてくれ。壁屋の主人は、なんか知っているに違いない。それから、おいらは飴屋の千太郎は、一人前らしい汚い顔を突き出します。築地の小田切様の部屋へ、雨を売りに行くのだ。へい。 中間部屋から夜中にそっと抜け出せるかどうか、それを聞き出してくれ。それっきりいや、まだある。佐吉の身持ちと金回りを聞くんだ。ゆすり癖はないか、それを探るのが一番大事だ。もう一つ、あの男が字を書くか、書かないか、無筆か濃筆か。そんなことならわけはないぜ。玄太と千太郎は相次いで飛び出しました。その後ろ姿を見送って、池田大輔は、 おみのを呼び出します。みの、みの。はい、ご用で。濡れた手を吹き吹き、敷居の外におみのの顔が、海外式も、初心の朝の光の中に浮きました。お前はご苦労だが、芝口三丁目の神屋へ行って、一晩か二晩見張ってくれ。私が神屋の主人へ手紙を書く、それを持っていけば、良いあんにしてくれるだろう。手不足で、親類の娘が、 手伝いに来たということにするのだ。はい。二番目、おさえに目を離さないように。あの娘は半死半傷の重体だが、くせ者に狙われているのだ。はい。分けても、おさえのそばへ来たがる者、親切らしく持ちかけて、一人でおさえの世話をする者に油断するな。容易ならぬ相手だぞ。はい。くせ者は多分、あの家に出入りする者、思いもよらぬ者だ。 よいかはい。ミノは、池田大輔の添いをもらって、ミナにもそのまま飛び出しました。転びっきりした。ご主人、誰も聞いてはいないだろうな。念には念を入れて、玄太はあたりを見回します。亀屋の奥の一間。狭くて暗い代わり、縁側さえ開けておけば、人の近づくのが一目でわかります。 それは大丈夫でございます。主人の作英門はすっかり打ちくじかれておりますが、玄太の物々しい顔を見ると、さすがに大化の主人らしく、シャンとなるのでした。お通の弔いもまだ済まないうちに、おさえが生死も図られる大怪我では、こうしているのが本当に精一杯の努力でしょう。他でもない、長浜小十郎という老人者、見たところ、 人品骨柄も立派。老人ながら心がけ、学問、何一つ日のどころのない人間だと聞いたが、それに娘をやらなかったわけを聞きたいのだ。へえ、池田様が聞いても、それは打ち明けなかったということだが、長浜小十郎から、ないない、娘を嫁にという話があったそうだが、それを手よく断ったのはどうしたわけか玄太は、膝と膝とを突き合わせて、 おりいっての質問ですが、主人作右衛門は深々と考えたきり、しばらくは答えもありません。どうだ、ご主人。それは、申し上げかねますが、親分。ようやく口を開いたのが、こういう言葉です。ご主人、それは心意違いではないかあんな娘、町内でも評判の綺麗な娘が、二人までも災難にあっているではないか姉のお通が殺されたばかりでなく、 このまま放っておけば、おさやも生かしてはおくまい。親分。あげた作右もんの顔には、さっと苦悩の色がみなぎります。遠慮も義理も時と場合だ。ご主人は、なんか長浜小十郎のことについて、大変なことを知っているに違いない。それを言わないのは、一応のわけがあるだろうが、この後ものは、おさやの息の根を止めるまで、行くたびも、くたびも、 手を変え品を変えてやってくるが、それも承知か玄太の追撃は急でした。親分、申します、申します。作英文は、とうとう折れてしまいました。反白の瓶にしっとり汗を浮かべて、そういう唇の色もありません。聞こう。一体長浜小十郎は、どうしたのだ私の申すことを、この場限り、内密に願いませんか、親分。 それも、承知ら。お前の娘を殺した下手人を縛れば、あとはどんなことがあっても目を塞ごう。では、申します、親分。これを申し上げると、あの方はただではすみません。お気の毒ながら、江戸のお住まいも、難しくなりましょう。脅かしてはいけない。親分、長浜様は、金星のキリシタンシュートでございます。最もっとも、 転びキリシタンだとは申しておりますが。何源太も驚きました。元和関営の大弾圧以来、キリシタンはほとんど根大たらしく見えましたが、実は元禄以降も地下にくぐって、強法、完成までも、いや、明治の維新までも、いろいろの形で、その火のような信仰を持ち伝えていたことは、いろいろの記録や伝説にも明らかなことです。 長浜様は、この上もなく立派な方で、お通もお死体申しておりましたが、以前のこととは申しながら、ご近世の宗門の方とあっては、作右衛門は、これだけのことを言うのが精一杯でした。それさえも、後悔と残期とで、泣き出しそうな顔をしております。なるほどなぁ。元太も、妙に考え込みました。事件はひどく、こんがらがってきました。 一方、アメヤの千太郎は、本番の親父を巧みに取り込んで、築地のオダギリタンゴの中間部屋に入り込んでいました。オダギリタンゴというのは、三千五百国の堂々たる旗本で、主人のタンゴは無益であるにしても、殿様扱いにされる大臣でしたが、若くて放らで、無道徳で、無効水で、暮らし向きはデタラメを極め、屋敷の中に賭場を開いて、殿様自身、 その寺線を取るという、無法極まる生活をしていたのです。徳川幕府も末期に近づくとともに、こんな屋敷は決して珍しいことではなく、中には大名の屋敷の中にさえ、午前と賭場が開けたと言いますが、この頃はまだそれほどのことではなく、たまたま無県村な旗本屋敷などに、こんな途方もないモナコがあったと言われております。雨メの千太郎は、 こんな空気の中に飛び込んだのでした。朝のことで、言うまでもなく、まだ飛ばは開いていたわけでなく、部屋頭の人八という中年者が、千太郎の土産物にすっかり喜んで、問われるままに、いろいろのことを説明してくれます。島口ぐちいさんめの先近い知ってると思う。毎晩のようにやってくるよ。肝っ玉の太い男さ、異性の良い野郎だよ。おとといの晩も来たんでしょう。 おお、人とも、酔いのうちにすっかり軍に叩いてしまった。せめて良い夢でも見たいからと、俺の部屋へ潜り込んで、朝まで人入りしていったよ。人八の言葉は、佐吉自身の言ったことと、ぴたりと不調を合わせます。寝たように見せて、そっと抜け出しやしませんか佐吉はあの晩、外に姿を見せているんだが、そんなことがあるものか、抜け出すとすれば、 大勢のいる場所を通らなきゃ外へ出られないんだ。あの野郎は大いびきで寝ていたよ。裸にされたくせに、いい切符だってね。みんなで褒めてたよ。ジンパ八の言葉は疑う不死もありません。念のために口述を設けて、蕎麦になった中間部屋と部屋頭の部屋。佐吉が朝まで寝たという部屋を見せてもらいましたが、ジンパ八が言う通り、ここからそっと抜け出す工夫はありません。 千太郎は、そのままお好きやばしの池田大介のお長屋へ帰ってくると、ソキあの晩、小田切の屋敷で明かしているぜ。あの野郎は始末の悪い役座だが、椅すりなんかやるケチな男じゃないよ。児童来た、いろはの命もかけねえこう、報告するほかはなかったのです。それでいいよ、無理に佐吉を罪に落とすわけじゃない。池田大介は、苦笑いをしております。 足の方も物になりませんよ。続いて帰ってきたのは玄太でした。長浜小十郎はキリシタンだというのだろう。お、それを通して先をくぐられて玄太は拍子抜けがしてしまいました。昨日長浜小十郎との老宅へ行った時、こう言っているじゃないか。その通りですよ。亀屋の主人の言うには長浜小十郎という人は申し分なく立派な人だし。 娘も心からおしたい申していたが、娘がおしたい申していたと言ったが、ええ、だが、転びキリシタンと分かっては、娘を嫁に差し上げるわけにはいかない、と、こう言います。それから、それっきり、引き上げて参りました。キリシタンの宣義は良せとおっしゃったようで、玄太は、不服そうに口をつぐみました。 その日の昼過ぎ、池田大輔はもう一度、老人、長浜小十郎を訪ねる気になりました。大輔にしてみれば、今さら転びキリシタンなどを調べる気はとうないのですが、おとといの晩の長浜小十郎の行動をはっきりさせなければ、お通を殺して、おさやを傷つけた、無類の凶悪な下手人はあげられそうもありません。長浜市、またお邪魔をつかまつる。 池田大輔の丁寧な挨拶に、主人の長浜小十郎も、幾分か機嫌を直して、ちょうど寺子も帰りました。どうぞこちらへ。座を設けて迎えてくれます。どちらも若くて、どちらも頭が良さそうで、この欧州は、なかなかに興味があります。早速ながら、ご記念以前は、キリシタン宗門の方と受けたまわって参りましたが、拙者の様向きは、宗門改めとは、 いささかの関係もござらぬ。そのおつもりにて、複雑なく、お話を願いたい。いかにも、拙者は、世に言う転びっきりしたんで、そのために六にも離れ、一族にも遠ざかって、はるばる江戸に参り、かような暮らしをいたしてござる。誠に、恥じいった次第。長浜小十郎は、眉を垂れました。心の中では、まだ神の実在を信じて、 天底に活業の心を持ち続けながら、自分の命を守るためというよりは、むしろ親類縁者の無事を願うために、その圧迫と懇願に負けて、表面だけでも転んだことが、長浜小十郎にはたまらない屈辱だったのでしょう。それは拙者の関わり知らぬところ。拙者は亀屋の通を殺し、おさやを傷つけた部類の癖物を見捨てるのが役目でござる。いかにも。 江戸五府内の性質のため、一つは宇宙の恨みを晴らして、残酷無道な癖物を取りひしぐため、長浜市のお手を拝借いたしたい。意図安いこと、何なりとお尋ね下され。では、おとといの晩、いずれにおられたか、それを受けたまわれば、自然癖物の,の正体も明らかに愛なろうかと存ずるが、長浜小十郎は黙り込んでしまいました。 お通に縁談を申し込まれた者が五人。その一人一人のおとといの晩の動きを調べ、その時の証の立たぬ者を疑う他はござらぬ。ご迷惑は、前々お詫び申し上げるとして、曲げて、おもらしを願いたい。池田大輔の一生懸命らしさは、さすがに相手を動かさずには起きませんでした。それほどまでにおっしゃるなら、いかにも申し上げましょう。拙者、小国のもので。 同じ転びキリシタンの同志五輪、あたご山の殻茶屋に会合をいたし、腰方、行く末の物語にふけりました。あの寒空に、暑さ寒さなどは、元より意に介することではござらぬ。精神の炎に燃えて、ふくる夜と共に祈り、長浜小十郎は、ふと、急に口をつぐみました。相手の邪念のない態度に釣られて、 少し言い過ぎたことに気がついたのです。終門と全く立った昔の転びキリシタンが、二月の寒空に、あたご山の頂上に集まって、深夜まで祈り続けたとあっては、容易ではありません。同志の方々は、それは申し上げかねます。それでは武術の証拠には相ならぬが、いた方もござらぬ。汚らわしい人殺しの罪を着ようとも、諦めるほかありますまい。 長浜小十郎は膝に手を置いたまま自石として顔を上げるのです。張り付け柱を背負って立とうとも、この男は同志を売るようなことはしなかったでしょう。池田大介と石子伴作はもう一度顔をそらえて玄太と千太郎を呼び寄せました。梅はどこからともなくによって桜の蕾を膨らみそうな夜です。 玄太、お前が聞い出した通り、長浜小十郎は転びっきりしたんだ。正直、この上もない人物で、お通殺しなどは思いもよらない。池田大輔は、すっかり長浜小十郎の人柄に崇腹したようです。おとといのお盆あたご山のからじゃ店で五輪の者と落ち合ったというよう、う本や悪事の相談ではない。が、 その同士の者の名前をどうしても打ち明けてくれないのだ。いた方がないから、その足で、あたご山に登り茶店で聞くと、茶店の番人は、おとといの暮れ、番人が帰ってから、この茶店に入って休んだ者があるに相違ない、というのだ。タバコの灰があったり、縁台を持ち回したり、いろいろ様子が変わっているということだ。長浜小十郎の申すこと、十中八九と言いたいが、まず、ことごとく、 信用してよかろうと思う。大助は、こう言い切るのです。すると、池田氏、長浜小十郎と、遊び人の佐吉と、職人の近所、はお通殺しの疑いから免れるわけだが、石子番作は、指を折っております。怒るのは、若旦那崩れの木之助と、総十郎長の大野屋のせがれだけになりますが、玄太も、鼻肌ふに落ちない顔をするのでした。 気之助は死骸を投げ込まれた相手で、あの晩四つ、十時、から先は外へ出ていないと言った。世へ行ったのは酔いのうちで、死骸を投げ込まれたのは夜半だ。すると、総十郎長の大野屋のせがれが怪しいことになるが、石子番作は妙な方へ疑いを持って行きます。大野屋のせがれ歌松は、お通を読嫁に欲しいと、親から仲人に言わせただけで、 当人同士は何の交渉もなく、それに歌松は、おとといの晩、一足も外へ出ていませんよ。抗議を申し込んだのは、玄太でした。評判娘だというから、まだ他に、思いを寄せた若い男でもあったのかなと、石工交番作です。いや、やはり、木之助と金次と佐吉と長浜小十郎の他にはない。玄太、センター、へ、ええ も某一働きをしてみないか池田大輔はどこまでもこの四人を追求するつもりです。え一働きも二働きもやりますよ玄太と千太郎は声をそろえました。では、千太は木の助のところから、あの投げ込まれたかんざしや串や紙入れを借り出して、あれをどこの店で誰が買ったか調べてくれ。そんなことならわけはないや。玄太はこれは少し難しいが、 お通の恋人は誰であったか、突き止めてくれ。気の助が本当に、お通と夫婦約束をしたか、それとも、亀屋の主人が言うように、お通は長浜小十郎に心を傾けていたか。ええー、そいつは少し難しいようですね。肝心のお通が死んでいますから。長浜小十郎の家と気の助の家に何か証拠が上がるだろうと思う。拙者に用事はないのかな。石子番作は、 笑いながら口を入れました。この銀味寄り器として、江戸中に響いた料理が、喜んで池田大輔の指図を聞こうというのです。恐れ入りますが、石子氏には、木の助に投げ込まれた恋文と、お通の死骸の懐にあった脅しの手紙と、町内の部屋、壁の落書きの史跡を、その道のものに鑑定させていただきたいと存じますが、それくらいのことなら、石子晩作も、 心よく引き受けてくれました。悪魔の飛躍。明くる日の朝、芝口三丁目の亀屋に泊まって、手負いのおさやを見とっているおみのから、おすきやばしの池田大輔に手紙が来ました。昨夜、おさや様に不慮のことこれあり、私の死案に及び金騒動につき、恐れながら、 すぐさま玄太親分にても、お使わし願いあげたく。という文面です。容易ならぬことが起こったに違いない。私も一緒に参ろう。折から気合わせた玄太を共に、池田大介は早速芝口山頂見に出向きました。旦那様、困ったことが。出迎えたお美のは、さすがに落ち着いておりますが、 事件の急展開はその顔色でもわかります。どうしたのだ、ミろ。おさやさんに毒を持ったものがございます。毒池田大輔も驚きました。半死半生のおさやに毒をもるとは容易ならぬことです。昨日の昼過ぎから元気になって、この分なら一晩も休んだら癖物の名前くらいは教えてくれるかと楽しんでおりました。昨夜の夜食に下女のおさきが、 よく冷ました白貝をサジで口へ入れてやっておりましたところ、様子が変なので、途中から気がついて私を呼びましたので、行ってみますと、おさやさんがひどく苦しんで吐いておりますし、貝がなんとなく匂いが変わっております。大騒ぎになって、お医者を呼んで、ようやく命は取り留めましたが、弱った上のことで、おさやさんの容態がまたどっと悪くなりました。その貝は、 鳩で、お医者に調べてもらいますと、極み金山のネズミ鳥が、うんと入っておりました。うーん。くせ者の執念深さ、池田大輔もうなるばかりです。それからおさやさんを、ご両親と本堂に任せ、私はお買ってから、出入りの人を調べましたが、明日はいよいよ、お通さんの弔いで、通夜のために、大勢の人が出入りしております。誰がを買って入ったのやら、 検討もつきません。あの四人のものは皆、一度ずつは参りました。もっとも、そういう老長の大野屋の,の若,若旦那とやらは参りませんが。すると、佐吉と金次と木之助と、長浜小十郎の四人のうちということになるが。そのうち、長浜小十郎様は、お勝手は覗かなかったようでございます。たびたび入ったのは、料理のお手伝いをした金次さんで。ただ、 これだけのことでは、差し物しの金字を縛るわけにはいきません。旦那、ネズミ取り役が見つかりましたよ。玄太が飛んできました。どこにあった裏の小みためですよ。この通り、紙に包んで。どれ池田大介が手に取ってみると、その頃、江戸の町中を、いたずら者はいないかなと言って売って歩いた、闇銀山のネズミ取りで包んだ紙というのは、 子供が手習いをして、墨、黒黒と塗りつぶした手紙ではありませんかこんな紙は、長浜小十郎のところには、うんとありますね。玄太は目を光らせます。そう思わせたかったのだろう。何しろ悪いやつだ。いよいよ油断はなるまい。おさやが正気づく前に、今度こそは。池田大輔は唇を噛みます。この、若くて有用を迫らざる人柄にしては、 珍しい興奮です。おさやちゃんが口を聞き始めたよ。この分なら明日あたりはいろんなことを話せるかもしれない。と一緒が言うそうだ。雨屋の千太郎がおみののことづけを持ってきたのはそれからまた三日目。明日は殺されたお通の書なのかという時でした。いよいよ癖者は動き出しますよ。何としても。 おさえの口を塞ごうとしている様子ですから。そう言ってきたのは、御用聞きの源太でした。よし。では、今日はいよいよ最後だ。どっちが勝つか。池田大輔も、書の中のやで、亀屋に大勢の者の,の集まる今晩が、最後の勝負と決心しているようです。ところで、いつか頼まれた、かんざしや口の買いては分かったよ。亀屋の千太郎は、 手ぬぐいの包みを懐から出すと、大助の前にかんざし、くし、かみ入れ、金着といった小さいかわいらしいものをずらりと並べます。誰がどこで買ったんだそれが大変でぃ。センタロウはニヤリニヤリとしております。よほど変わった相手でしょう。ケンジそれとも、キノスケが自分で買ったのかなゲ太はそんなことを言いましたが、センタロウは落ち着き払って、 これだけの品を売った店を突き止めるのに、島から京橋、日本橋へかけて、三日の間足を棒にしたぜ。そんなことはどうでもよい。勝ったのは誰だ半分は佐吉だよ。へえ。そして、あとの半分は金次と木之助だよ。さあ、わからねえ。玄太はたくましい首をひねります。いや、よくわかるよ。池田大助の方には、ようやく会心の微笑が浮かびました。 えどういうわけですそいつを木之助の家へ投げ込んだのは多分、お通の仕業だろう。佐吉や金次や木之助が、お通の機嫌取りにいろいろなものを買ってやったが、お通はそれがうるさくてかなわない。ひとまとめにして、一番うるさいやつ。木之助のところへ放り込んだ。私のところへは、こんなにいろいろなものが来る。ありがたくも嬉しくもなんともないから、これからはよしてくれ。という謎だったかもしれない。 池田大輔の想像は飛躍します。一つ一つに色踏みを添えたのはどういうわけでしょう玄太は一本疑いを突っ込みました。色踏みの書き手が分かればそれも思いのほかつまらぬことかもしれぬよ。ところで玄太の方はどうだ大輔は玄太の自信満々とした顔に問いを向けました。木之助の留守を狙って大工の女房。 案内に押し入れを探しましたが、藩の馬鹿野郎は、おさやに色踏を十本も書いてますよ。おさやにあのお通の妹のおさやにですよ。驚くじゃありませんか。どれ、銃を見せろ。これですがね。玄太が懐から、薄気味悪そうに取り出したのは、生めかしくも、うぶな文句を連ねた、色踏が十本ばかり。あてらはみんな、小石、小石、おさや様。木の助より、 なっているのも不思議でしたかなりの達筆だね。感情流の匂いもないが、若旦那芸にしてはよく書いている方だ。が、あの男は、お通と夫婦約束をしていたと言ったではないか。それですよ。事情はますます分からなくなるばかりです。筆跡と恋文。 木之助という野郎は、よくよくの色男ですね。玄太は感心したような、馬鹿にされたような、およそくすぐったい顔をするのです。それで思いついたことがあるが、玄太は亀屋へ行って、死んだお通の持ち物をみんな調べてくれないか。えことに書いたものがあったら、どんなものでも見逃してはならない。腰困こまりました。センタは長浜小十郎のところへ行って、これは少し難しいが、 池田大輔は言葉を切りました。これは思いつきは素晴らしいにしても、雨屋の千太郎にはあまりにも冒険をしすぎます。難しくったって構わないよ。何をやらかしゃいいんだ敵に後ろを見せるような千太郎ではなかったのです。長浜小十郎殿が大事にしている手紙が見たい。へえ、そいつは厄介だね。いいよ。そんなことは頼む方が無理だ。やってみようよ。 お侍と野党の試合をしろというなら無理だが、張り込んで隙を見て手紙を借りてくるぐらいなら、仙太郎は手紙を借りてくると言いました。そして池田大輔が止める間もなく玄太の後を追うように飛び出してしまったのです。それと入れ違いに石子番作は武士とも町人ともつかぬ、と徳姿に一本刺した中老人を連れてきました。池田氏。 ちょうど良い人が見つかりましたよ。狩屋敬祭殿、ご存知の書道の大家だが、奉行所も難しい筆跡の鑑定は、この方にお頼みしている。石子万作は、そう言って、中老人を紹介しました。それはそれは、お呼びくだされば、拙者の方から、八丁堀へ参ったのに。いや、お好き合わしへ来るついでがあったから。石子万作は、こういった、物事にこだわりのない人物でした。 ところで、早速だが、不思議なことがあるもので、石子晩作は続けるのでした。不思議なこととおっしゃると、その、木之助の家へ投げ込んだ恋文も、おどかしの手紙も、それから、塀の落書きも、みんな同じ筆先だと、ケ介スケ殿は言われるのだ。石子晩作の言葉は、池田大輔にも、かなり不思議なものでした。池田様、この筆跡は、技術の名人と言ってもいいものでございますよ。 鑑定流めかしくは書いてありますが、これは筆跡をごまかすためで、本来の筆跡には鑑定流の良いもありません。経済は、しかと言い切るのです。木の字と彼女を間違えたのは、それほどのことを知らぬ人間とも覚えません。これは、わざと間違えたものでございましょう。もし、その鑑定が本当なら、相手は容易ならぬ癖物で、その悪知恵のほどは、そこも知れなかったのです。 筆跡を変えて、恋文を書き、同じ筆跡でお通を脅かし、落書きの文字をわざと間違って書いたのは、何の企みであろう、池田氏。石子万作のような、老厚なよりきにも、この謎は、解けそうもありません。くせ者は、細工が過ぎました。必ずつまらぬところで、しくじっているに違いありません。池田大輔は、この、こんがらがった事件の底に、次第に小さい小さい、 糸口を見出したようです。ただいま戻って参りました。半時ほど経って、御用聞きの玄太が、まず帰ってきました。獲物はどうだ、玄太。まずは上場基地で、これをご覧くださいまし。玄太が懐から取り出したのは、男文字の手紙が三本。それだけかと、池田大輔。芝での評判娘ですから。 男からもらった手紙がもう少しはあるだろうと思いましたが、お通という娘は顔に似合わぬ希少ので、気に入らない男から来た手紙はみんな返すか、焼くか、破ってしまったそうです。すると、この三文は気に入った男から来た手紙というわけだな。石子版作でした。可愛らしい手箱の中へ、いじり面の複さに包んで入れてあったのですから、お安くない口でしょうどれ、石子版作は、 そのうち一通を取り上げました。これはどうだ恋文とはおよそ縁の遠い,言いものらしいが、さらさらと繰り広げて、一子晩作の舞は潜みます。お読み下され、一子氏。池田大輔は静かにこの先輩のするのを待っております。恋文というものは、大きな声などを立てて読めるものではないが、これはただの消息文ではないか。一通は、拙者は金文字がまずいから、 お手習いを見てあげるわけにはいかない。という断り上。次の一通はせっかく月見のお招きを受けたが、戦役があって参られぬ。というこれも断り上。そして三番目のはなんか変わったことでも。石小番作が熱心に目読するのを、池田大輔は覗き加減に促しました。この一本だけは恋になるて、せっかくのおぼしめしながら、 お父上ご不祥にては力を及ばす。ご縁なき者と諦め下さるほかなかるべく。と、言葉は難しいが、これは立派な縁切で上だ。名前は、池田大輔は心持ち乗り出します。小十郎より、お通どの前と、米仏流の色療は前代未聞だ。日付は十一日ほど前だが、石子晩作は酸っぱい顔をします。 それとやはり、お通の恋人は、あの貧乏臭い老人だったんですね。玄太は、すっかり感心しております。この三本の手紙を読むまでもなく、娘がちりめんの草に包んで、手箱の中に入れておくんだから、ただの手紙でないことはわかりきっているよ。一個番作は、苦笑いをしております。その時、お、驚いた。よごっ飛びに飛んできたのは、雨屋の千太郎でした。 なんだ、センタウ。相変わらず想像しいじゃないか。しかめたのは、ゲンタです。驚いたぜ。危なくガ首がすっとぶところよ。親分、見てくんな。おいらの首は、確かにどこについているかいないか。センタロウは、自分の首を、平手でピタピタと叩いているのです。何を嫌がる。それだけじが利けりゃ、たくさんだ。だって、カザオ、何をするそこへ直れ、ぴカかり、ときたぜ。 何をまたやらかしたんだ。日本雑しを相手の悪さはよすがよい。玄太はもっともらしい意見をするのです。悪さなもんか。大将の言いつけだよ。センタは公然と嘘ぶきます。えあのン輪の長浜小十郎が手習い子を送り出して、古ものに出た留守を狙って、庭口からそっと忍び込んでよう。押し入れに首を突っ込んで探していたんだ。玄太も黙ってしまいました。 センタロウの冒険の無法さに呆れたのでしょう。それと、いつの間にやら帰ってきたと見えて、いきなりおいらの帯際を取って、ズルズルと引き出し、庭へポンと掘って、こぞう、ピカリと来たぜ。庭石で嫌っていうほど向こうずねを追ったんだ。驚かされたって急に逃げられやしない。センタロウは、向こうずねにつばをつけてさすっているのです。当たり前だ。それじゃあまるで、飽きすんねらいじゃないか。 ところお前もって断ったんだ。旦那、女の子の色踏みを持っていますかってね。吐、は、き、あ、れた野郎だ。すると変な顔をして、オイラを見ていたが、そんなものはない、と言うんだ。もしあったらどうしますお通さんの手紙が旦那のところにあるに相違いないんだが、探しても構いませんか、と言うと、勝手にしろ、と言うじゃないか。なるほどね。だから、あの浪人者の留守になるのを狙って、 そっとくぐり込んで、教えを探したまでの話さ。はぼこりながら、主人に断って入る空き巣狙いはないぜ、親分。なお、悪いや。断って入りゃ、押し込みだ。へ悪く言ってもらいたくねえよ。その代わり、こんなものが手に入ったんだから。どれどれ石子番作は、仙太郎の手から、怪しい手紙を取り上げました。なるほど。これは、押し広げると、たどたどしい筆の跡ながら、 涙刺激女文字の恋文ではありませんかお通から長浜小十郎へ当てたものだ。父親の心持ちはどうあろうと、内縁と諦めるとは釣れない。といった手紙だ。石子版作も、それは読み上げる気力はなかったのでしょう。へえ、するとやはり、お通のいい人は、あの老人者だったんですね。へえ。玄太は、むやみに感心しております。 これで、大方分かったつもりだが、玄太は大工の三次のところへ行って、宣告、木之助の押し入れで見ておいた、おさえに当てた手紙を持ってきてくれ。警察先生に一応鑑定していただきたい。それから千太郎は亀屋の内儀の口を開けさせるのだ。あの、ハウロ臭い口は容易に開けませんよ。そこをうまくやるのだ。木之助のところへ投げ込んだ重量の小判は、どうも、お通の手から出たような気がするが、 お通は重量という大金を持っているはずはない。多分、母親に訳を言ってもらったことと思うが、その時お通は何と言ったか聞きたいのだ。それくらいのことならわけないよ。仙太郎と玄太はもう一度飛び出しました。しかし、お通殺しの下手人は多分今夜あたりあげられると思いますが。おう、それはお手軽だ。一体誰かもう少し、お待ちをお願います。 明日は宇宙の書なのかで、今夜は艶の営みがあるはず。石越にもおいでく下さらぬか。米よい。さよ。池田大輔は何を考えていいのでしょう。玄太はまもなく、大工三次の家から、木之助の書いた十本の恋文を持ってきました。ええ、持って参りました。こんなものは持って歩くだけでもいい心持ちのものじゃありませんね。 あてのない恋文を十本とはよく書き上がったもので、玄太が汚いもののように、それを池田大輔の前に押しやるのでした。この筆跡を見ていただきたい、宣告の恋文や脅かしの手紙、それから落書きと比べて、池田大輔はそれを掲載の前へ広げます。どれどれこれは見事な長面字だが、待ってくださいよ。一方は官邸流臭く書いているが、 これは全く同じ人の筆跡でござるよ。確かに、経済の間違いはござらぬ。どんなに筆跡を書いても、点やタスキや羽には争われない癖のあるものだ。これ、この通り。経済の指先をたどってみると、丸みを角ばった字に変えて、肉ぶとのを細くし、右肩上がりを少し下げると、この四通りの筆跡は全く同じものになるのでした。 これは大変なことではござらぬか、池田氏。石子番作も、この筆跡の暗示する恐ろしい結果については、ほぼ見当がついたようです。そう、わからねえ。これは一体どんなことになるんで、池田様。玄太は何が何やらわかりません。ちょうど、センターも帰ってきたようだ。もう少し様子を見よう。池田大介は落ち着き払っております。見通しだよ、大将。 やはり重量のお金は、亀屋のお袋が出したんだ。相変わらず、敷居をまたぐ前から報告する千太郎です。金をやった相手は、木之助だろう。池田大輔は、もうそこまで察しておりました。その通りさ。亀屋のお袋は、口が固くて手こずったぜ。でも、とうとう言ってしまったよ。おつうさんが、最初あの木之助を買いかぶったとさ、のっぺりして人触りが良いから、若い娘が迷うのも、 無理はないって、あのおふくろは言ったよ。若い娘なんて、思いのほかくだらないものに迷うんだね。それからどうしたでも、すぐ嫌になったとさ。木之助は大怠け者で、嘘つきで、キザで欲張りで、うぬぼりが強くて、しつこいと来てるだろう。間違いのないうちに手を切らせようと、おふくろが焼きもきしているうちに、おつうさんが、あの老人者と恋になったんだとさ。で、おつうさんもつくづく嫌になったが、 木之助はダニのようだから、くっついたら離れねえ。そこで母親に泣きついて、重量という金をもらって、それを手切れに、お通うがうっかり木之助へやった手紙を返させたんだとさ。千太郎の話は、池田大輔の予想通りにしても、石子版作や玄太には、思いもよらぬものでした。そのお通からもらった金を、木之助が自分の家へ放り込まれたと言いふらしたのはどういうわけだ 木之助は、百も持っていないことは、町内で知らぬものはありません。重量の金は手に入ったが、お通を脅かして取ったとも言えないから、投げ込まれたことにして、大っぴらに使いたかったのでしょう。池田大輔は説明しました。もう証拠は揃った。木之助をあげましょうか、池田様。玄太は張り切っております。いや、待て。確かな証拠は一つもない。こんばんこそ。大輔は、 容易に動きそうもありません。クズのような人間。その晩、お通の書なのかのタイヤは、この上もなく盛大に営まれました。その席上へ、おさえさんが初めて口を聞きました。あの様子なら、明日はまとまった話もできるでしょう。うそう言ってきたのは、この間から、おさえの解放に、 夜の目も出ずに精進しているおみのでした。まもなく、百万遍の念仏が始まりました。校中の人たちの他に、居合わせたお友達も加わって、仏壇の前に展開した大きな人の輪が、珠を送りながら、陰気な、そして、英語の世までも続きそうな念仏の成唱を始めたのです。念仏の輪には、亀屋の主人も内儀も、奉公人たちも加わっておりました。いや、 木之助も佐吉も金次も長浜小十郎も、おみのさえも加わって、ナ無アミダ仏の聖賞が必要に繰り返されていたのです。それはいつ、あつるとも覚えぬ長い長い、窮屈極まる供養でした。やろう不意に、本当に不意に、少年らしい尻尾の声がすると、おさえの部屋の方から、凄まじい格闘の音がしてきました。それ念仏の輪が崩れて、 大勢の人が、どっとなだれ込んだ時は、野郎、ょ妙に仕上がれアメヤの少年、センタロウに組み敷かれた、恐ろしく弱いモ者が、必死ともがき続けている、真っ最中だったのです。センしっかりしよう飛び込んだのは、御用聞きの玄太でした。続いて、池田大輔、石子番作。こうなっては、アメヤのセンタロウに、ひねられる程度のモ者では、一あがきもできません。 ゲンタ、縛ってしまえ。へい。石子版作に言われるまでもなく、ゲンタの田から繰り出された鳥縄は、あっという間もなく、癖者を、ガンジガラメにしてしまいます。この野郎が、細谷さんを殺しに来たぜ。不定、畜生だ。仙太郎は、まだ息を切らして、はあ、はあ言っております。面を見せろ。ゲ太が、その顎に手をかけて、ぐいと明かりの方に向けると、お、木のすけ。 よきもしなかった。大勢の人は、どよみ打ちます。目こそつぶっておりますが、弱々しい色男の若旦那、木之助の顔は、まさに、殺人鬼の悪壮に変わっているではありませんか。これは、どうしたことだはじめに、口を開いたのは、神谷の主人、作衛門でした。ご主人、みんなあの男の仕業だ。もう、安心されるがいい。池田大輔は、それに答えました。 ゲ太は名月を送って、もう一度、おすきば橋へ引き返してくれ。ミノは私はもう少し、おさやさんを解放していきたいと思います。ご不自由でも、二三日のおいたまをいただきとうございます。よかろう。ようやく元気を取り戻したおさやのために、池田大輔は、おミノを残して、おすきば橋に引き上げることになったのです。その夜、おすきや橋役宅に集まったのは、池田大輔の他に、 石子万作、玄太、それに、雨屋の千太郎を加えて四人、日よけを囲んで、ふくる夜と共に語りました。池田氏、気の助を下手人と気がついたのは、いつのことかな石子万作は口を切り出す。もう、お分かりのことと思いますが、念のため、最初から申し上げましょう。世の中は悪い奴もたくさんありますが、気の助のような悪知恵のまる人間は、滅多にありません。 あれは人間のクズと言いましょうか。人の顔を着た鬼畜と言いましょうか。池田大輔はこう語り始めたのです。お好き合ばしの春の夜は吹けますが、日よけを囲んで新しく入れ直した茶をすすりながら、四人はまだ冷めやらぬ緊張と興奮に浸り切っていたのです。何より大事なことは、お通はあの晩、酔いのうちに殺されたということでした。 桜上へ行く途中から、木之助に誘われて引き返し、亀屋の裏のあたりで殺されたことでしょう。それは多分、五つ、八時、そこそこで、その頃先吉は、蕎麦にいたことでしょうし、現地は間違いもなく、寄せにおりました。長浜小十郎は、あたご山にいたことに間違いもありません。なるほどね。出発点の御三が、探索の上に大きな誤りになったことは、玄太にも、石子万作にも、 ようやくわかりました。それを、おつうの殺された時刻が死体を投げ込まれた九つ十二時前と思い込んだのが悪かった。が、この後でそのことに気がついて大工の三時に聞くと、死骸を抱き上げた時はもうすっかり冷たくなっていたと言ったので、初めて酔いのうちに殺されたに違いないとわかりました。もう一つ、これは最初に調べたときわかったことだが、あの晩木のすけは、 大工の三事に死骸を放り込んだ奴があると言ったそうだが、真っ暗な中へ物を放り込まれて、それがすぐ死骸とわかるわけはない。木之助は私に問い詰められて、柔らかくて重い音だから勘で死骸とわかったと言ったが、それはごまかしだ。だが、この時から私は木之助が怪しいと思った。それに死骸にはひどく泥がついていたし、木之助は死骸を持ち運ぶとき、 ひどく怖がって落としたりした。死骸に泥のついているのは、ひりきの気の助が、亀屋の裏から引きずってきたせいで、死骸を怖がったのは、自分が手を下して殺したからだ。時が経つと、興奮からふと伸ばせが覚めて、自分の殺した死骸が怖くなるらしい。気の助が言うように、お通が自分の恋人なら、死んだからと言って、怖がるのは不人情すぎる。ええ、なるほどね。 ゲ太はカンをしております。若い池田大輔が思いのほか人情の機微をうがったことを言うのが面白かったのでしょう。自分で自分の家、若い女のかんざしやくしを運んだのは、多分あんな男のことだから、女の子にちやほやされるのを見てくれと言った、くだらない細工だったとも思うが、それが尺八になり、振袖になり、小判になった頃は、次に死骸を投げ込む支度だったに違いない。 自分の殺した死体を自分の家へ投げ込むのだから、これほど疑いを免れるうまい手はないわけだ。それに、おつうとわけがあるように言いふらしているし、いろいろなものを投げ込んだ挙句だから、世間では木之助の災難だと思い込むに違いない。細工が細かいねえ。玄太はまた簡単しました。細工の細かいのが木之助の癖だが、その細工が細かすぎて、とうとう尻尾を出してしまった。 妹のおさえがひどい傷を受けたのは、おつやの晩で、木の助も佐吉も金次も長浜市も、つやの席にいた。誰が外へ出たか、誰が商用に立ったか、大勢でとてもわからない。私はこの中からくせ者を探し出そうと思って、とうとううまくいかなかったが、ふと私は、くせ者がおさえを殺す気になったのは、あの晩おさえが千太郎に会って、桜上へ行くときあった人間の名と、 姉のお通を脅かしていた人間の名を言うはずだったので、その口を封ずるためにやったことだと気がついた。池田大輔の話は続きました。癖者がおさやの口を塞ぐ気になったのは、おさやと千太郎の話を盗み聞きしたためだ。ところが、あの時立ち聞きしたものを追っかけて、千太郎が受かってを覗くと、そこには木之助が、へっついの火を焚きつけていたということであった。佐吉も金次も、 そこにはいなかった。なずみとりは、ん太は聞きました。あの晩、お勝手には大勢の人が入りすぎて、誰のしたことやら、検討はつかない。それからもう一つ、池田大輔は、口を示して、言葉を続けました。佐吉も、ん次も、長浜小十郎氏も、幾重にも疑いを受けたが、お通に関わりのある男で、たった一人、木之助だけは、疑いを受けないのも変ではあるまいか。 それからもう一つ、おつうの本当の恋人は誰であったか。それが分かれば、いろいろのことがはっきりするということに気がついた。玄太と仙太郎に頼んでいろいろ比べてみると、おつうのちぎった男は長浜市で、気の助ではないと分かった。その上、おつうにおどかしの手紙を書いたのも気の助で、重量の金を取ったのも気の助と分かると、もう間違いはない。多分、おつうはうっかり、 木の助に甘い言葉でもかけて、それを根に持って執念深く言い寄られていたのであろう。あの男は蛇のような男だ。ウーリョを取ったのを玄太は口を挟みました。お通の母親が言ったように、お通はうっかり、木の助へやった手紙があったのだ。お通は長浜小十郎殿と夢中になってから、急に木の助を嫌いだした。木の助はダニのように食いついて離れない。 とうとうおつうは自分が浮気心に書いた手紙を重量という大金で買い戻さなければならなかったのだ。それでも木の助は執念深くつけまわしたが、おつうはどうしても木の助へ帰る気がなかったので、とうとう殺す気になったものらしい。振り袖も多分おつうのと間違って盗み出したのだろう。おつうの肌についたものが欲しかったのだ。木の助はそんな男だ。おさえい恋文を書いたのは、 木之助のくだらない小細工だ。落書きの木の字をわざと彼女に間違えたのも細工だ。自分の名前を間違って書く人がないからだ。おさやに恋文を書いたのも、おさやを襲ったのが自分でないと見せかけるためだ。その時はもう、姉のお通に付きまとったことなどを綺麗に忘れている。あんなたちの悪者には、得てそんな甘いところがあるものだ。自分の細工で。 自分が落ち込む罠を作っていることに気がつかないのだ。池田大輔の言葉は、一つの立派な犯罪心理学でした。十年ものの連達な石小判作も、引き入れられるように聞いております。木之助ははじめ、私は、ヤクザな怠け者で、しょうのない人間だが、嘘だけはつかないと涙を流していったが、それは実は、大嘘だったのだ。木之助は、 全くしょうのない人間で、その上恐ろしい嘘つきだ。あの男は自分の嘘に感動して泣ける、珍しい気質の持ち主だ。怠け者で嘘つきで、うぬぼれが強くて猿ルジがあって、本当にクズのような人間だ。あれに比べると、金次はこの上もなくいい男だし、博打さえ打たなければ、佐吉も悪い男ではない。ことに、長浜小十郎氏は、転び切りしたんか知らないが、 立派な人物だ。池田大輔はつくづくそう言うのです。四人はほっとした心持ちで顔を見合わせました。こんな時、温かいものでも作ってくれるおみののいないのは、池田大輔ばかりでなく、玄太にも千太郎にも寂しいことでした。